ははい皆さんこんばんこばです今日は初めての YouTube 飲み会ということで、ま、実際に YouTube の飲み会に行ったのは、ま、僕が、ま、グダグダ飲んでしゃべるだけになるんですけども、ま、やり方としてはですね、えー、いろいろ、えーま、何でもしゃべるんですがあまりま真面目な質問だけじゃなくていろんな質問を受けてもらっ,てもらってあの受けさせてもらいます。 で、まあ事前にいろいろ質問とかが来てるみたいなんですが、えー、っと、マイクの方は大丈夫ですかね。マイクのモニタリングをしては、まあおそらく大丈夫なんで、これでいこうと思います。で、マイクのモニタリングをしながらすると、うん、自分の声がエコーのように聞こえてですね、ちょっと思考が混乱するんで、もうこれちょっと多分大丈夫だという前提でから始めさせてもらいますね。えー、っと、 まあとりあえずはうんと最初に乾杯だけしましょうかえー、っとよっいしょじゃあ皆さんえー、準備してもらったでしょうかじゃあもうあのあとから今からまた、えー、参加予想でいいと思いますけども、まあ、とりあえず乾杯させてもらいますじゃあ乾杯うんうんええー、今日こそはちょっとリラックスでやりたいですねというのはいつも結構緊張してやってるんですよねもう全力投球で まあやるんですけど何が大変かというと、えーまあ、いろんな動作をですね同時にやるこのマルチタスクが結構大変で、えー、最初やってた頃というのは東京でからまあ公開セカンドオピロオンをやってたんですが、えー、最初はん、まあ、皆さんがいろいろ疑問に思っていることをたくさん、まあ、それに対して回答するとその場で。 とところが、まあ、回答するとでするでね、まあ、皆さん結構いろいろな質問が、うん、普通、病院にいただけだったらまあ気づかないような質問を結構切ってです、ね、でそれに対する回答その場で考えてからいろいろ回答しているとなんかこのまま喋って切るのはもったいなすぎるなと思って、えー、これはぜひともまあ動画に残さんともったいないと。 で、ちょうどその頃に、えー、YouTube を始めようと思ってて、でしかも Facebook やってて Facebook のライブとかいうのも、えー、始まってたんですね。で、その時に結局、うん、この動画を残すと、あなんか自分の分身がまた僕の代わりにいろいろ喋ってくれるということで、まあ、こういう文明の理を利活用しない、えー、手はないということでから始めたんですね。ただ問題は最初はですね、うん 樺、ね、沢潮先生の動画合宿っていうのに参加したんですね。まあ、有名な樺、えー、チャンネル精神科医の樺沢潮先生。この先生がもともとは日本の、えー、と精神科領域で、まあ、いわゆるうつによる自殺者を減らそうという、まあ、壮大な、えーまあ、ビジョンがあってで、まあ、この樺沢先生の、えー、とメルマガカーを僕が見ててそうこうしてるうちに、まあ、YouTube されててで結構面白いなと。 でまあ、がんの患者さんも結構やっぱ精神的な病が強いので、まあ、そういう苦悩が大きいのでまあアドバイスするのにすごく参考になると思ってからまあ僕もその樺沢先生のお話を聞いたんですけども、まあ、この先生がえー、っとどうかな横須賀違うな。 神奈川県で1泊2日の動画合宿をやるということをアナウンスしてて、あこれはもう早く行って習った方がましだと思って、そこに飛び込んでですね、えー、YouTube のやり方、基本的なやり方っていうのを教わったわけですね。まあ、こうやってから自分が慣れてないことに関しては、そのある程度慣れてる人にまあ教わった方が早いんですね。 で、いろいろ新しいことをやるにしても、自分でやろうと思うとなかなか先に進まない。だけども、まあ、誰かの力を借りてやると、思い切って、わっと前の方に進めるということがあるので、まあ、ぜひとも皆さんもいろんな人の力を借りたらいいと思うんですね。で、えっ、ー、と、何の話だったっけあ、そっか。えっ、ー、と、ま、かぶさん先生のその、えっ、ー、と、動画チャンネルで、うんと、まあ、YouTube も Facebook ライブも、ま、どっちもいいよと。で、そこのアドバイザーに話聞いたら、 えまあ僕は初めは、フェイスブックライブだけでやろうと思ったんですけども、同時にやるべきだというふうに言われて、で同時にやってみたんですね。そしたらですね、えー、まあぶつけ本番でやったら見事に失敗して、で、何で失敗かというと、まず YouTube の方がですね、やっぱ結構難しいんですよね、ライブが。で、フェイスブックライブの方はボタン一発でできるんですけども、YouTube の方は、パソコンでやったら、えー、っとですね、また別のソフトを起動してやらんでいかんとか、連携プレイが必要というのもあって、まずそれで失敗して、で、 東京での,その公開生活のビロンっていうのは、会場の運営、えー、僕が司会やって患者さんのいろんなえ質問を受け取って、 なおかつ聞きながら頭の中でそれに対する回答を考えながらでライブの撮影とかいうのはどういう調節かということをいろいろ考えてやってるとです、ね、もう手一杯なんですよね。でそこでがいろいろトラブルをともうリカバーできないということで3回ぐらい YouTube ライブは失敗しててででも毎月毎月同じように失敗したんだけども結局何だかんだしてもできるようになったんですね。で最近はほとんど失敗しなくなって軌道に乗っててでそのライブ動画を撮って後でから分割してからで字幕を自分で作った 外注ししたりとかして、えー、まあ今のがん治療拒絶のチャンネルなんかになってたんですけども、まあ、今までは実際動画そのものはまあ500本ぐらいあるんですねで、まあ、古い動画再生されないんでまあ、その辺がちょっともったいないなと思うんですけどもでもまあ今年は結局うんまあ、えー、メルマガでも言ってますけどもつ、えー、いで戦略といって何でもかんでもついでにやってしまおうと。でまあ元々えーっと 東京の方東京というか、まあ、毎月東京行ってたんですけども、今も全然コロナのせいで行けないんですが、東京に行ってた理由というのは、えー、北海道の釧路というところに内視鏡のアルバイトに毎月行ってて、で東京でから1泊するんで、まあ、そこでから、えー、給油と飲,む飲み会をしようとで、飲み会をしてたら、まあ、楽しいんだけど、なんかもったいないなってことでもう、これは、が、え、ん、ー、患者会の東京支部会を作るしかないと。まあ、僕自身が元々大学病院でから この患者さんを集めてからみんないっぺんにがんについての、えー、教育をしようということでから集まってもらったら患者さん同士が集まってすごく、えー、友達になってすごく元気になっていったというのがあってあこれは結構いいなと、まあ、僕自身がいろいろ歴史やするのもいのをにのも他の人たちがいろんな人に、えー、勇気づけられてから元気になっていくということがあったので、まあ、それを、えー、東京版でやろうとで東京でやった時に第1回の時ですね新橋でやったんですね、まあ、空港から近いから。 京急線で一発で行けるので,でそこの、えー、ルノワールでやった時に、うん、今有名になってしまった希望の会の轟弘美さん夫妻がやってきてて今が3年ぐらい前ですかねでそこで、えー、新橋のルノワールでやったで2回目後はそこの2階にある、えー、と会議室でやれるようになったんですね。 で、まあ、そのうち、まあ、どっかの、まあ、新橋辺りの近い、あるいは茅場町の、まあ、会議室でから、えーまあ、毎月毎月公開セカンドオペをやると、まあ、いろんな患者さんが来ましたね。まあ、基本的にやっぱり僕が宮崎でやってる NPO 法人宮崎間共同勉強会というのは、参加メンバーというのは大体60から80なんですよね。まあ、結構高齢者で、まあ、実際には東京に来る人たちのやっぱり50歳ぐらいがやっぱ中心で,で、みんなアクティブなんですよ。でま、ともと僕の ブログを見ててててやっっきたっていう人結構多くて、まあ、当然ないろいろ調べてるし、まあ、質問内容も非常に高度。ところがまあ宮崎の場合は、まあ、どっちかというと、まあ、皆さんどっちかと,と交流を深める感じが多いので僕自身がまあレクチャーしますけどもそこで話した内容をまた再現見してから、まあ、東京の方でから、えー、勉強会をやった時にミニレクチャーという形でから、えー、それを収録してから、まあえー、動画チャンネルに出たということで。でもまあ えー、そういうことをずっとやってるとですね、結局人間というのは締め切りがあると無理やりやってしまうんですよね。えー、まあ締め切りなかったら多分ダラダラしてしまうと思うんですけども、でもそういう毎月毎月の締め切りがあるとですね、とにかくやらなきゃいけないということで、ぶっつけ本番じゃないんだけども、事前のシナリオというのは、えー、出来上がったのが、えー、その勉強会、いやその公開生限のオピオンの始まる5分前とかですね、そういうところまでギリギリまで粘ってやってたと。 でも、まあ、今考えるともうちょっと計画性をもっとやればよかったなと思ってるんだけどもでも考えてみたらそれがもうすでに何回かな50何回やってますかな東京で。で宮崎の場合はもうすでに100 20回ぐらいやってますから、10年間ですね。でまあ、東京の場合は例えば3回4年ぐらい34年ぐらいですからで、結局そういう毎回毎回毎月。毎月のその締め切りに追われてやってたら、まあ結構膨大な何、えー、て言うかな？動画も出来上がってしまって。まあおかげで今はですね。9000人ぐらい動画チャンネル数が、えー、増えているとまあ、そうは言ってもですね。やっぱりまあそれほど、えー、増加速度は多くないんですね。なぜかって言ったらまあ。 新しく YouTuber に参入した人っていうのは数か月でやっぱり1万人とかあるいはまあ5万人とかいくつもいいしまあそれに比べて僕の場合は3年ぐらいだからまだ1万人もいてないから結構遅いかなと。だけどうんとまあ、えー、そうですね結構ニッチな。 マニアックなチャンネルなんで、まあ、それもしょうがないかなと思って、今はまあ、登録数がどうのこうのというよりも、いうよりも僕自身のまあ、分身の術として、で、まあ、僕が寝てる間でも皆さんが、まあ、いろんな疑問をこの動画で判断してもらうと、いろいろ勉強してもらうという意味でやってますね。で、ここで、えっと、今105人ぐらい参加してくれまして、ありがとうございます。で、ちょっといろいろコメント欄に来てて、えっ、ー、と、SGA 子さんという人、 どからまあまあ、まあ、あのこういうですね、えー、気楽な感じでやるというのはいいです。であとこの h s さんのものすごい質問が来てから一体こういうのはどうするのかなと <laughs> 僕,のし僕に対する質問をしてもしょうがない感じもするんですが。 まあちょっとある程度ピックアップして活動したいと思います。これですね、今やってるのは StreamYard という新しい、えー、とライブ専用のウェブサービスなんですね。YouTube とかあるいは Facebook ライブと、Facebook と同時に配信ができるやつで、今回はちょっと Facebook の方にはライブ配信してないんですけども、こうやってですね、コメント欄をピックアップできるというので、まあ、なかなかやりやすいなと。 で、えーまあ、他にもですね、えー、例えばですね、こういうこともできるんですね。共有機能があって、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、画面共有か。画面共有というのがあって、それが、例えば、えー、例えばこのやつですね。こんな感じで。なかなかつや使いやすいソフトなんですね。えっ、ー、と。 これはですね、Kindle Unlimited というサービスがあって、読み放題の Kindle のサービスがあるんですね。で、これは、まあ、えー、熊木先生という面白い先生が書いてる、先進学の先生が書いてる書物で、卵巣癌で肺に転移があって、もう処置できないと言われたけども、あと6ヶ月の命言われてすごく動揺したけども、実は癌ではなかったと、後で言われた <laughs> というのがあって、で、 えーっとこれどうす、はい、うんそれで逆にうつ病になってしまったという珍しい話なんですねまあ、それに対してま僕が、えー、だったらこの熊野先生先生はどういう風うに回答するかというのが結構面白かったんでまあ、いつかこれ、えー、ちょっとピックアップしようと思いますちょっと寄り道しましたけどまあこういう,ふうな感じで新しいストリームヤードというソフトを使って、えー、今やっています。 ええと、それで、ん、えー、と、ま、どんどんコメントをピックアップしていきましょうか。ええー、と、YouTube 飲み会1になってるので、まあ、2も1をやろうと思います。え、さすがにライブは結構慣れてきたので、ま、あ問題ないかなと。まあ、少なくとも、うん通常のこうせっかく公開セカンドビオンみたいに、えー、極端に緊張はしなくてもいいので、あ、ここまで使われないかなと。ただ、普通の公開セカンドビ院っというのはですね、完全に、ね、フロー状態。いわゆる、えっ、ー、と、 なんていうか、トランス状態か。になっててから、あっという間に終わってて、気がついたら終わってた。っていうことが多くて、で、その後に疲れがドッときますけども、基本的にやってる最中は全く疲労を、えー、感じないんですね。えっ、ー、と、それで、うんと、まあ、結局今日もいろいろぐだぐだ喋ってますが、いろいろ質問が来たらそれに対する回答することになると思います。ただし、まあ、アルコール飲んでるので、それが本当に正確かどうかというのは、えー、ま、あ何とも言いようがない。 なるべく性格を競うと思うんですけども、それで、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、きっと見返したくなるので、アーカイブを数字だけ残しておくのはでませんか、まあ、数日残します、数日。えー、今考えたけど、さすがに2、3らい残してもいいかなと。ただ、まあ、それ以上残すと、えー、かなり発言に気を付けなきゃいけないということでか、かまあ、自由度が減るので、まあ数字だけ残しますね、数日。うん、えー、と ガンマカオリさんが、ガンが最発で8キロ近く体重増えましたら、どのくらいまで大丈夫ですかと。まあ、こういう質問もですね、あまりでも一般的に推定から回答しようがないんですが、これ、乳がんかそれ以外かでも違うんですよね。つまり、えー、消化器がんだったら、まあ、大腸がんだったら結構太りやすいと思うんです。ところが、水がんとか食道がん胃がんだったらですね、上部消化器がんだったら結構太るの難しいと思うんですよね。 で食欲があって太ったんだったら、まあ、それはそれはまだ悪くないとで乳がんの場合はやはり、えっと、太るとですね、えー、再発のリスクがちょっと高くなるということは、まあ、言われてるんですよねだけど、まあえー、体重が増えることが問題というよりもです、ね、その人の持ってる筋肉量の問題なんですねだ筋肉が増えてるんだったら体重が増えてもいいかなとただ中意的なのはえー、っとですね 心機能が落ちた、つまり心不全とかですね、あるいは腹水が溜まったということによって体に水が溜まったことによる体重の増加というのは要注意で、まあ、その場合はあんまり食べなくても太ったりするのでおかしいなと、あるいは全身検体が強くておかしいなと本人は気づくと思うので、まあ、そこへ辺のことは恐らく根室の,問の、えー、と質問の場合は多分食べ過ぎてということなんでしょう。で、まあ食べるのはいいんですけども、重要なのは運動してからとにかく自分の筋肉を増やすということは非常に重要です。 で、えー、例え痩せてもですね、筋肉が保持されてるんだったら、まあ、そう大きな問題じゃないんですね。まあ、そのため結構動く必要がありますし、日頃からやっぱ、えー、筋トレとか有酸素運動をやった人が必要がありますね。まあ実際、それ、お大塚美代子さんも来られてるんですね。これはどうも。大塚さんはいつか今度はあれですかね、ライブしましょうか、一応ね。えー、っと、マイク大丈夫ですかね。ちょっと随分となんか、えー、っと、コメントと実際のあれえー、っと、 ずれてますね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、といろんな人。まあ皆さんもいろいろ飲んでやりましょう。うん。うん、すごいですね。今46分だけども、まだ33分ぐらいのところでたくさん来てますね。えっ、ー、とそれであそう。樺沢先生も今ライブ中なんですね。さっき知ったんですけど、19時からライブしてたみたいで、いやー僕の師匠でもあるけども。僕とほとんど同じ年という。 かばさ先生の方は非常に貫禄がありますからねなんて言ってもでもまあかばさ先生で僕いろいろインスピレーションを受けてがもうほとんどかばチャンネルのモノマネばっかりやってる、えー、例の旅先がん、えー、読み解き話とかいうシリーズも、えー、あれも結局かばさ先生からまあ、えー、受けたんですねインスピレーションをでそれをそのまま丸パクリかばさを欲しきということで丸パクリをさせてもらったとちゃんとあの本人の、えー、許可を得ましたけどもでえー、っと あ,あ合宿ですね。うん、と加茂先生のあれはなぜああいうことを始めたかって言ったらえー、っと確かですね旅行行った時に記念撮影するけどもっとっとっと記念撮影するけどもえー、っと 記憶が残ると、ビデオを撮った方が。で、もうその時にもついでにコメントもしてしまえというふうな感じで始めたということで、これはいいヒントだということで、僕もついでに、まあそういう、えー、と旅行に行った、あるいは出張に行った時に、ついでにそうやって、えー、いろんな質問に対して回答すると、僕自身のやっぱりその、旅行のですね、記憶が残る、鮮明に。しかもそれが YouTube をアクセスしたらいつでも見れると、その時の風景が戻る。で、まあビデオっていうのはですね、これ、過去に戻れる タイムマシーンで昔からもともとビデオあるんですけども、僕がですね、確か中学、高校の時からもう家庭用のビデオデッキで出てきたと思うんですけども、とにかく何が大変かって言ったら、テープの管理が大変、頭の下大変。ところが今はですね、このスマホというのはもうすぐ取れるし、で、えー、また、 いつでも消せるお金もかからないということで本当にこれをもっと活用してる人が本当にいるのかなと思うぐらい、えー、もっとたくさんアイデアがあってそれを活用してほしいと思ってるんですねえー、とところでえっ、ー、と南さん井田井田南さんで、えー、乳がん成長の多発性鑑定率が少しあるといます でまあ、これはですね、アルコールはもともとパクリタクセルというのはアルコール入ってるんですよね。だから、えー、通常の治療をやったりすると、その後、車で運転して帰ると飲酒運転になるという抗がん剤もあるぐらいですから、だからまあ、えー、アルコール自体が特に悪いというわけがないと。過敏症じゃない限りで。で、えー、まあ、多少は飲んでもいいと。要するに、何でもかんでもそうなんですけども、飲みすぎると問題なんですね。飲みすぎると。何でもやりすぎると問題と。うん。何々えー、っと。 夢明さんで、ツイッターの方にもライブ会社のツイートしてもらえるで、そうですね。確かにそれができるといいですね。ちょっと今後、ちょっと努力してみます。今日はメルマガだけに、確かアナウンスしたのかな。えっと、今日143人で結構、えっと、来てくださってますね。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、うん、ステージ4で飲んじゃいけないと、シルバー飲めない可能性が高いということになりますよね。 もともと何のために治療してるかっていったらその人の人生を充実させるために治療してるわけですね。が、え、ん、ー、を治すために頑張りすぎるということがやっぱりちょっと問題でうーん治療は治療だけどもその人の人生は炎上するのも炎上するということで分けて考える必要がある。分けて考える必要があ,あるけどもでも基本的には何のために治療するかといったらやっぱり人生の炎上時間でどれだけ人生を充実させるかという視点がないとがん治療中に不幸になって不幸 ちゃうんですよね、まあ。治してしまいたいというのはわかるんですけどもただ治してしまってその後にうつ病になった人も結構いますし、まあ、本当に何のために治すかということも考える必要があるということですね。でえー、っとそれでいろいろたくさんコメントがあってなかなか追いつけないんですけども「うーんとハーツ予選入願ステージ 3C で経過観察」。 えと私の周りでがんの人ばかりですと言いますけどもこれは、うんとね、自分ががんということを表明している人の周りに、まあ、がんの人が集まるというのもあったりするんですね。うん、とやっぱり、えー、自分でがんと言ってるとやっぱり自分も隠してたけどもあの人がそうやって言ってるから、まあ、私もちょっと付き合い、えー、お付き合いしてみたいなと思っちゃうのもありますし、えー、やっぱりがんの患者さんっていうのは同じ立場の人とフィフティーフィフティーの立場でから話したいと思う。 えー、心が強いんですよねなぜ、えー、かと言ったらいくら、えー、健常の人がですねいろいろ、まあ、同情してくれてもあるいは気を使ってくれても結局それはが、うんかがんじゃないかという厳、まあ、然たる差があるそうすると、まあ、多少のらでも気を使ってしまうし、えー、無意識にやっぱり少し身,えま身構えてしまうことがあったりするだけどもこれが同じがんの立場だったらやっぱり「あこの人もがんなんだがんっていうのは結局人生の一部なんだ」というようなことでがん以外の話で盛り上がれるということがあっていいんですね。 えっとそれで、アゼコさんで、えー、っと乳がんで実前化学療法としてから、まあ、フェック療法ですね。えー、その後はハーセプチン、パージェス、ドセスでやって、終正予定で、えー、っと3回目起こって質問があ,ありますと。脱毛が、どちらの両方よりも複雑に脱毛があると聞いたのが、フェックは誰か髪の毛が伸び始めました。フェックね、うん、なるほど。で、うーんとハーセプチン、ドセ、えー もう脱毛あると思うんですが、抜ける気配はやなく嬉しい反面、えー、抗がん剤効いてない,かないのではないかと思っちゃうと、まあ、こういうふうな質問もよくありますね、確かにね。えー、主治医に聞いても効いてないわけがないが、髪が伸びてるのはあんま効かないなという判断でした。で、えー、どのように考えますかちなみに手術後に同じサイクルで同じ2つの抗がん剤を問う予定です。せっかく伸びた髪の毛がアフェクト療ルを抜けるかと思うと、うん、残念な感じがします。 なるほどえー、っとですねもともとたくさん経営でも、えー、抜けやすい人と抜けにくい人がいるんですよね、うん、どうせたくさんでも100%脱毛があるわけじゃなくて確か8割か9割ぐらいで、えー、そうでもない人もいるんですねもちろん程度でもやりますだからその、えー、皆さん抗がん剤の副作用っていうのはたくさんあるとども,もう全部出るわけじゃないし同じような副作用の出方するわけじゃないんですよねだからまあ、えー、ちゃんと投与してるんだったらもちろんそれは 副作用てててもももおおかかししくくななないいいいけど出人だって抗がん剤を投与しても効く人もいれば効かない人もいますよね。ということはまあ副作用もやっぱそうで、えー、あまりにも副作用が出なさすぎるとこの人は特殊なうーん体内の酵素の個人差があってそれによって抗がん剤の代謝が異常に激しくてからあんまり効かないということもつい心配してしまうこともあるかもしれませんが、まあ、基本的にはあんまり関係ないかなと思いますね。う まあでも一つ言えるのはですね、個人レベルでかいろいろ添えてからえ副作用のことに関してあんまり一喜一憂しない方がいいと思いますね。いろんな、これっていわゆるあれと同じですよね。言を担ぐと同じで、例えばですね、茶碗が割れたから縁起が悪いというふうに考えたりするともう気りがないわけですね。そういった場合なんかはまあ茶碗が割れたとか、そういった場合は あ私の身代わりになってくれたんだなというふうに考えるべきだって、自分の都合のいいように考えるべきだと思います。そういう、えー、何の根拠もない、えー、なんか言を担ぐようなことがあればですね。まあ、そうしないとですね、えー、いちいちそういうことを考えてたらですね、何もできないというか、で、例え、えー、そうじゃあ、こういう人がいたらすればな、えー、っとですね、僕の勉強会に来た胃がんの女性で、えー、っと、 まあ僕のいろいろ話を聞いてで、えー、来週からちゃんと自分の病院の臨床試験を受けようと思ったけどもたまたま、えー、近くの占い師のとこに行ったら、えー、自分のいろんな病気とかいろんな運勢とかそれ全部当ててすごいと思ったとでその人がその占い師さんがあまりにもすごいので、えー、その占い師さんとに言うとおりにその抗がん剤治療の臨床試験を受けるのやめましたとかいうのを。 を後でででコメントもらったことあるんですね僕はびっくりしたんですけどもでその時の、えー、確か婦人科の主治医もびっくりしたらしいんですが結局その人はその後どんどんやっぱがんが進行して亡くなりましたもんねだからいくらその占い師の人がすごい未来を当てるあるいは、えー、隠れてることを全部見抜いてるといっても、まあ、がんの治療と何の関係もないんだなという感じがしますね。 まあ僕自身はそういうふうに思ってますけどもただやっぱり普通の人はなかなか疎遠のことはいろんないろ、えー、んな占いとか、まあ、そういうものに結構左右されると思うんですよ。だけどだけどですねあのいくら信仰深い人でも、えー、その宗教を信じてるから西洋のいわゆる病院の治療を全く受けないってそう多くないと思うんですよね。 あくまでもやっぱりそれはえっ、ー、とおまけとしてからそういう信仰とか宗教とかいうのをやるのもいいんですけどもいくらその死んでる宗教がすごいと言ってもさすがにん全部が全部それでから人生が決まるというわけではないのでやっぱり確率が高い治療を選んででその後の上乗せとしてから自分の気に入ったことをやるというのが非常に重要じゃないかと思いますねえっ、ー、とそれでうんとなんかたくさん コメントもあって、本当にありがたいんですけども、えっ、ー、と、なかなか、なん、何、何、えっ、ー、と、ワイン。何のワインか。うかん、私はこれはボルドーだったと思うんですけどね、ボルドーのワイン。まあ、ワイン、赤ワインも美味しいんですけど、あ、そうだ、ワインって言えばですね、皆さん、そのワイン飲んで美味しくないという人がいるんですけどね、まあ、大体あれですね、安いワインだと美味しくないです。 <laughs> 基本的に <laughs> で。で、えっと、最初だからまあ初心者用だからって言ってから、えー、コンビニのワインで飲むんでもいいんですけども大体まずいですよね。で最初はやはり、えー、白ワインとかあるいはスパークリングワインで、まあ、少し甘めのものが飲みやすいです。でこれで慣れてくるとまあ赤ワインとかいいんですけども赤ワインもですねえー、っとやっぱり最低でも1500円。 1>, 1本1500円ぐらいのやつじゃないとちょっとおいしくないかなと確かに1本1万円ぐらいになるとんなんかすごく、えー、重みを感じるというかおいしいんですよねただそういうのを飲んでるとお金続かないんで大体は、えー、1500円ぐらいででまあ赤ワインはちょっと慣れないと厳しいですねまああとですね日本酒の金城とかいうのは結構いいんですよね 大吟醸まあいわゆる有名になったダッサイとかあれとかまあアマゾンで買うと一生だいたい3500円か4000円ぐらいで手に入るので、まあ、これがですね、えーまあ、ちょっと甘めのまあなんかフルーティーな感じがするけどもやっぱりお酒がじゃないとこういう深みは出ないなと思うぐらいまあ結構美味しいかなとで何,か何でもかんでもそうなんですけども、まあ、経験してないとまあ何とも言いようないですねえっ、ー、とそれでえー、っと いろんな人のいろんな話が来てますけども、うんと、えっ、ー、と、髪の毛が抜けた足からぽ、えー、よぽよ生えてくるらしい、病死している娘がい見て行ってました。まあ、この辺はですね、まあ、乳がんとか、まあ、婦人科がんの患者会なんかでもたくさん経験者がいるので、そこで話聞いた方がいいと思います。僕の場合の消化器がんの場合ももちろん抜けやすい抗がん剤ってあって、入りの手管とかですね。で 僕の上司はかつて犬の手かね脱毛してる人の方を聞いてる感じがするというふうなこと言ってましたけども、まあ、基本的に脱毛しなくても聞く人は聞きますね。だからあんまりそういう何て言うかなあの専門家の意見というのが一番エビデンスレベルが低いと言われてますから、えー、一番レベエビデンスレベルが高いのはやはり、えー、ランダム化不却試験とかで、ね、メタアナリシスとかいうやつで決めるべきだって専門家の意見は意見でいいんですけどもやっぱり、えー、数千人の経験があるという人はまずいないと思うので。 だからまあ僕も実際治療した人は多分1,500人ぐらいまでじゃないかなそうなることいろんな願書でやってみるとやっぱりそれほど、えー、一つ一つの抗がん剤治療についての経験度というのはどう考えても、ね、そういううーんと。 メタアナリスなんかのデータに比べたらやっぱり全く足らないので、だから、個人個人の各ドクターのいろんな印象っていうのはあくまでも印象であって、それが全てはないんですね。外れることもよくあります。ただし、全部そういうのはあの個人個人で分かりませんっていうだけだったらあんまりなんで、ちょっとしたまあ指標としてから、この専門家の意見も参考にするという程度でいいんじゃないかと思いますね。えーっと、通販生活さんで。 えー、乳がんのハーツなんですが EC 療法は何度もやるんですか、まあ、基本的にこのハーツというのはですねもともとがん細胞っていうのは勝手にどん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 ,どん増殖するうんとシグナルが細胞の中でから活性化してるとでその、えー、シグナルの流れですねこれもいろんなホルモンがあるんですけどもそ,の、まあ、それが結局、えーまあ、乳がんの場合はホルモン陽性の場合は、えーまあ、PGR とか、まあ、いろいろ、えー あるんですけども女性ホルモンですね。で、そこのところをブロックすることによって、細胞に自動的に増殖シグナルで行くのをまあ、止めるわけですね。で、このハーツというのも、やっぱり同じように細胞膜の上部にあってでまあ、そこの方をブロックするけども。結局、えー、一つの方法としてからこの。 ハーセプチンなんかでブロックするけどもでも細胞そのものをブロックするというのはその発 e 陽性の乳がんだけじゃなくて他のがん、えー、細胞もあるわけですねつまりがん時代は、えー、その組織の中にいろんなタイプのがん、えー、細胞に、えー、分かれて発達してるんですね進化してるというか、えー、分変異してると。とすると、えー、一つの えー、場所をブロックすることによって止められる癌腫ってそれほど多くないんですね。まあ、有名なのはやっぱ例えば、えー、慢性骨髄性白血病みたいに、えー、ああいう、えー、グリベックみたいな感じでワンポイントだけブロックするともう病気そのままのストップすると。ジストみたいな感じですねジストもそうですけども、えー、やっぱそういうなんていうかな単純なところを のメカニズムの変異でから勝手に増殖している起こるようながんというのは確かに単純な治療法、えー、分子標的薬のピンポイントというのは治療でいいんですけどもでも、えー、通常の固形がんというのはそう単純なもんじゃないんですねもちろん発生した段階ではそういう単純かもしれないけど目に見えるような大きさになった時というのはいろんなタイプに変異しているのでだからだからこそ抗がん剤だけで治らないケースが多,多いから、えー、転移してないうちはやっぱり手術で切除した方がいいと。 ということなんでで、すねで。転移した場合、なぜ抗がん剤だけで治らないかというと、それはそれ抗がん剤に弱いがん細胞だけ消えてから、それに耐性のある強いがん細胞だけが残ってくる、それがどんどん増殖すると、最初の抗がん剤が効かないから、全く別の抗がん剤を使って抑えるというふうな戦略が必要になってくるわけですね。えー、とそれで、 なん何何えっ、ー、と、先生の活動には元気でいただてますが、頑張りすぎが心配です。健康診断を受けていますか自分で診断かこれを、これはですね、あの、まあ、ある程度自分で、えっ、ー、と、健康診断を受けてはいないな。こういうとちょっとあれなんですけどもいや、受けてはいるんですけどね、だけども、しょっちゅう受けてないです。ま、なぜかと言ったら、もともと健康診断そのものというのは、あれは症状がない時にやるから、検診で、保険だけ、保険、 適用じゃないんですけども、も、うん、基本的にその人はどういう病気になるかというのは事前にわからないんですよね。でまあ、1番重要なのは症状があったら、早くその問題を特定してから解決する。非常に重要で、えー、健康診断でから大丈夫。だから、もうえ何、ー、て言うかな合格とか言うわけじゃなくて。 あくまでその健康診断というのはよくある病気でから、うん、と簡単な検査で見つかるようなものを見つけるというだけであってでその人がもうお墨付きをもらえるというわけではなくてあくまでもこれは集団としての患者さん全体の、えーそういうえー、早期発見で治療することによって全体の医療費が下げられるという目論みがあってからそうう検診というのがあるんですね。 でまあ、もちろんその会社なんかの検診なんかに関しても、まあ、社員のそういう健康を守るだけれども、まあ、どの病気になるかわからないからまああまり負担、えー、がかからなくてから効率的に見つけて早期発見に意味があるものに絞ってやってるの検診であって、えー、っとその人が例えば、うん、遺伝的にこういう病気になりやすいということ分かってればですねやっぱりそっちの方に絞った検査とかいうのをやった方がいいんですよねまあそういった意味でもやっぱり、えー、いわゆるがん検診なんかでもやっぱり えー、若い時というのはそういうほどで必要性がないんですよね。まあ、もちろんその婦人科がんとかです、ね、乳がんの場合は別ですよこれは女性特有の、まあえー、若い時はその一つのピークがありますからね。だけどもがんというのはやっぱ基本的に加齢現象でから50歳以降でやっぱ増えてくると。で、まあ、40歳ぐらいからいろんな検診が始まりますけれども胃、うんまあ、カメラとかですねしょっちゅうやるもんじゃないんですよね。大体いいピロリ菌が陰性だったらヘリコパクターピロリ菌が陰性だったら まあ、検診でも2年に1回やればいいけども、人によっては毎年受けたらすと思います。だけども、それって自分が胃がんになるというのは分かってればいいですけども、その他の病気になる可能性もあるので、そこだけにポイントを絞っても果たしてもいいんだろうかって話になるわけですね。で、まあ、頑張りすぎは確か問題なんですけども、えっ、ー、と、まあ、僕はどっちかというと今は昔ほど頑張ってないですね。昔はですね、とにかく何が大変かって言ったら、えー、ER の当直が、もうほんと死にそうでしたね。 月に、そうですね、ER の到着を多いとこで、時に月に6回とかやって、昼間も普通に仕事やってて、もう徹夜も普通にやっててから、で、えー、本当に寿命が短くなると思ったんですけども、50歳を超えてからもうそういうのをやめるようにしました。で、こういう、えー、っと、なんていうかね、YouTube とかですね、こういうのはそういう到着に比べて全然問題ないです。なぜかって言ったら、ER 何が大変かって言ったらですね、本当の意味の救命救急センターというよりも、 夜間休業センターなんかだったらね、ね割と軽い人が来るんですよね。で、やっと寝ついったと思ったら、10分ぐらい起こされると。というのが一晩に10回ぐらい起こったらですね、もう大変ですよね。やっぱり人間、寝入ったときに、叩き起こされるのが一番きつくて、で、シーズンの時はね、もう小,小児科の先生がかわいそうでしたね、本当にね。やっと休んだと思ったらすぐ起こされるということで、もう初めから徹夜する方がマシかなと思うぐらいきつかったということですね。う ええと、次に、えっ、ー、と、まあ、s c h 子さんが、えっ、ー、と、サイバーナイフで脳の使用を、まあ、3ミリものをサイバーナイフで取ったということですね。で、まあ、このサイバーナイフ、ガンマーナイフとかいうのは、えー、いわゆる、射線を多方等からある一点に集中させてから、まあ、焼き切るというもので、これは、まあ、それが有効な場所って決まってるんですね。つまり、脳の場合は、この、えー、っとですね、まあ、ガンマーナイフの場合なんかは、えー、ここに頭蓋骨にネジを込めて、 がっちりヘルメットみたいなのを被ってそれでからターゲットの分だけをやっ切ると。で、えー、脳全体にまあやる全脳照射というのももちろんそれに効果あるんですけれどもでも、まあ、その腫瘍が小さい場合なんかは、まあえー、ガンマナイフで何本かな80本ぐらいかなの、えー、といわゆる放線を一点集中させてからそこをやっ切ると。そうすると他の脳の分脳の他の組織はダメを受けにくいということがあって。 でサイバーナイフの場合はそれを今度はコンピューターで制御してから例えば頭計部とかですねそういうい手術すると大変な後遺症のが起こるようなところに対してからやるそうするとそこだけ焼けるとだから手術する要するに皮膚を切らなくても、えー、そこをえぐり取るというような、まあ、こういうラジオサージェリーという,う低位放射線治療というのがあるんですね。 で、ただ、この、シエゴさんの場合は、抗がん剤治療はしない方がまし、まあ、要するにコロナウイルスが心配しない方がマシと言いますけれども、でも、 抗がん剤治療っていうのはですね、これは、実は、えー、脳転移があるということは、目に見えない転移が他にあるかもしれない。でも、それがどこにあるかわからんけども、抗がん剤によって、目に見えない転移に対しても、その増殖を抑えるという効果もあったりするので、だから抗がん剤そのものが一概にもうこれで悪いからやめた方がいいという風にはならないと思うんですね。だからまあ、ある意味、えー、っと、たまたま転移が、 その脳転移、脳転移非常に危険なんだけども、早段階で見つかって、それがサイバーナイフで治療できたらですね、むしろまあ普通の、えー、全身投与の抗がん剤治療というのはやっても悪くないかなと思いますね。その理由というのは、脳転移があるということは血行性転移、つまり血管に乗ってから全身飛ぶわけだから、どっかにまた飛んでる可能性がある、まあ例えば肺がんだあったら、副腎とかいうところに転移しやすいんですけども、その副腎転移に関してはですね、まあ、サイバーナイフというのは無効なんですね。無効というか、基本的にはそういうたくさん目に見えない転移が全身に広がってて、それがいつか大きくなって、その総量が増えてくると、 結局命にかかってくるということなんで、えー、そうするとそれが多くならううちに抗がん剤をある程度やって、まあ、それが結局増殖を抑え,抑えられないにしてもそれを先送りするというのは悪くないかなと。 思うんですねもちろんきつければあるいはその周囲にコロナウイルス感染症があってそれから危険が及んったらそこでやめてしまうというのもいいし、えー、基本的にその、えー、っと抗がん剤でからリスクがあるのは事実なんですけども白血球が必ずしも下がる抗がん剤ばっかりじゃないしそこまできつい治療せんでもいい場合もありますからね。だそれのことはまあ自分がどうしてこういう抗がん剤をやたくないかコロナウイルス感染症のが心配でというんだったらそれはやっぱり主治医にそういう心配してることを言ってから、えー、本当にやめた方がしない方がいい。 いいのかやった方がいいかということを検討したい方がいい検討した方がいいと思いますね。えっ、ー、とそれでどんどんいきましょう。うんと。えっ、ー、と旅動画に書いたら聴を超えてしまったようでいや樺原先生はまだ負けてますね。 あの先生は本当になんか何でもかんでもやりますからね。まあ、向こうはもちろん、えっ、ー、と、精神科の確か外来を月1回か週1回しかもうやってないから、えー、執筆活動とかこういう SNS に相当集中できるっていうのはあるんでしょうけど、まあ、こちちは普通にやっぱり、えー、抗がんない治療も緩和系もやってるんで、努、ま、力、あ、させるのは確かに、えー、ある程度限界があると。うん、で、えー、っと、まあそうですね。勤務医の生活はあんまり健康良くないというのは、これはですね、 頑張ってる勤務員はそうですで、まあ、そう頑張らなくてもいい勤務員もいたりするので一概に言えないんですね。どうしてもテレビの場合とかですねいろいろメディアで紹介される場合はもう普通の、えー、と楽な立場の勤務員は紹介はされませんよね。どうしてもやっぱりすごい大変頑張ってるところが紹介されるので,でこれはですねやっぱり行動経済学的にですねそういうなんていうかなバイアスがかかってるんですね。 え注目されてるところだけがもう全てだと皆さん思っちゃうんでだから自動的に受けるメディア情報っていうのは全部そういうバイアスつまり語られた情報だというふうに意識してからやっぱり見るべきかなとだからまあコロナウイルス感染もやっぱそうでえ基本的には無症状の人も半分以上いますからだからまあ半分はないかなまあでも8割以上が8割は結局軽症ですからえそんな大変じゃないはずなんですただ大変な人がいてその人に注目を浴びてるから あの集まってるからものすごく大変な感じがするというのがあってまあこれはあれと同じですね昔20年か30年前があった日光ジャンボの飛行機事故と同じであの時みたいに500何人がえいっぺんに亡くなったという交通事故が 国事故のは今でもう起こってないですよね、この30年ぐらい。だからこそ、昔のやつは何回も、えー、また、ピックアップされるんですけども、でも、結局、飛行機の場合は、車よかはずっと安心なんですよね。海外で一番危ないのは一体何かしたら、えー、あの、バドミントンの選手が事故にあったように、乗り合いバスが一番危険なんですね。で、二番目に危険なのが、鉄道なんですね。で、鉄道なんかも、結局、インドで事故があって200人とか、100人とか死んだとかいうニュースがありますけども、あれは、 えー、そんくらいの人数が死なないとニュースにならないというレベルで、結構、鉄道事故が起こってますね。で、えー、乗り合いバスが危ないのは、その、えー、いわゆる、あれですね、えー、っと、小さいマイクロバスか、ああいうのを時間で借りて、それでから、それでから何人、その、客を運んだかということで運転手が稼ぐ金が決まってくるんで、めちゃくちゃ飛ばすんですね。で、ああいうもので、交通事故でよくあって、で、それでから、えー、会うと、まあ、ひどい面が合うと。ところは、 航空機の事故の場合は基本的に、えー、その墜落した場合、なんかはまあ、フライトレコーダーもあるんですけども、えー、とその整備不,不備があっても、その人は絶対刑事処罰を受けないと分かってるんですね。っていうか決まってるんですよ。そうすると処罰すると、その色々整備不良があったとしても、それを責任、えー、が問われるので、みんな黙ってしまう。だから、えー、罪は問わないので。 全部、その、機体の整備のいろんな不備とかいうことも全部、え、表になってるんでそれでから繰り返し繰り返し改善されてるんで、今飛行機っていうのは非常に安全な乗り物になってて、で、まあ日本でだいたい1日、一年間にだいたい4000人、3000人か4000人ぐらい交通事故なくなってるから、交通、車の事故って結構危ないんですよね。でそういうことを考えると、まあ飛行機というのは実は、えー、その日光ジャンボの場合はものすごい悲惨だったけれども、でも実際には、えー、ものすごく安全な乗り物なんですね。 こうやって喋ってると、どんどん時間が経ってから、コメントに追いつかないですね。えっと、それで、いろいろコメントいただいてありがたいんですけども、ちょっとこれ、えっと、清水さんで、ステージアンの肺がんで、両肺に肺ががあって、今、ローブレナ、これ、ALK 肺がんですね。ローブレナですね。で、治療中、スーパーズとめさま責任者であって、毎日3000か4000人以上ぐらい来店してて、コロナが心配ですが、えー 心配ですが、働かないと生きていけない。でも、コロナになったら、死が近いなと、皆さん、宮崎の人の就労ってどのようにしてるんでしょうか。えっとですね、うんと、まあ、がんの患者さんがある程度、えー、っと、死亡率高いという言われてますけれども、失礼しました、マイクが。ちょっとうるさかったですね、ごめんなさい。えー、っとですね、基本的に、がん患者さんでも、えー 肺がんん、の患者さん肺に転移がある他のがんの患者さんっていうのはリスクが高いと分かってるそれは基本的には肺機能を押してるからなんですよねでこの ALK 肺がんっていうのは肺,肺がん患者のやっぱり4%ぐらいしかいないんだけどもまあ不幸中の幸いじゃないんだけどもこの、えー、分子標的薬がめちゃくちゃ効く薬があると、まあ、これはザーコレとかあるいはアレセンサーまあ今回のえー ローブレーナーもそうなんですけどもこれっていわゆる分子標的薬というのはその塩が増殖する、えー、増殖ポイントがちゃんと分かってそこに設計した何、えー、て言うか鍵を作ってやってるので副作用が普通の古典的抗反であってもちろんそういう、えー、発血球が下がる分子標的薬もあるんですけどもローブレーナーは確かそういうのなかったと思うんで。 むしろケモブレインとかそっちの、えー、精神状態に影響するのは確かあったんじゃないかと思うんですがで今言われてるコロナウイルスの危険性が高いっていうのは先言ったまあ肺の機能が落ちてる人と他に白血球が下がるような抗がん剤治療をやってる場合は確かに、えー、ある程度危険と言われてるんですけどもでも造血球腫瘍みたいに古典的な抗がん剤でからもう白血球がゼロになる期間があるとかそれとか、まあ、いわゆる、えー、甲虫球という白血球の中の一部が えー、線以下になる、えー、つまり発熱性高中級減少症という高中級というのが1000以下になってなおかつ37.5度以上の発熱になった場合、まあ、この発熱性高中級減少症というのがあってこれが結構、えー、危険なので、えー、抗生物をしっかりやってやらないと全身に菌が回って肺血症になって危険だとでこういう方が、まあ、確かにコロナウイルス感染症になると危険だというふうに言われていますしそういう,ような方向がありますがこのローブレローンの場合はそういうのないですよね。 ということは、まあ、肺の機能がよっぽど低い方はもちろん危険なんだけども、極端に危険という感じじゃないと思います。これは推測ですけどね。実際その、じゃあ、その LK 肺がんの人がコロナウイルス感染症だったらどうなるかということを報告ないので、あくまでもそのがんという一般的な枠内であってて、でもその中でも、やはり、えー、肺がんの人でから肺機能をしている人、で、他のがんだけども、えー、肺に転移がある人ですね。他のがんでも肺に転移がなければ、それほどリスクが高くないじゃないかというふうなことを言われてます。で あとは、やはり、えー、喫煙歴が長くて、やっぱり、えぇ、ー、排気になってる、いわゆる、まあ、やっぱり、どう考えても、その、肺の機能が押してる人というのはやっぱり、えー、やっぱり、不利なんですよね。まあ、ある意味、その、これ肺だけじゃなくて、体力が低い人というのは、やっぱり、それだけ感染症にも弱いっていうのは分かってますから、ただ、皆さん、今、できることを言って何かしたら、やっぱり、しっかり栄養をとって、なおかつ、運動することなんですね。で、これはもう、川沢俊夫先生も言ってますけども、運動こそがですね、やっぱり、人間が、 えーまあ、こういうふうに生きるための大前提じゃないかと、えー、例ええ今寝たきりに近くても一日やっぱり頑張って座ってる時間を増やすそれだけでもやっぱり重力にこうする、えー、筋力を作るということは非常に重要なんですねでえー、っとそれであとはなんかいろいろたくさんあってうんとえっと,、えー、っとあ内川先生の「バイブル」 うん、家庭への医学は右側のあこれ後ろですねそうなんですここにあるんですねこの本はよく残ってたなと、まあ、うちの母がよく撮っててからうんまあ僕の、まあ、絵本みたいなもんで、まあ、いつかまた正式にいろいろ紹介したいと思いますけども昔の本ってすごいんですよね。 うん家庭医学を、まあ、中学の頃に漢字が読みになって読みるになって、まあ、非常にがん、えー、の色うになった経験があるんでがん患者さんの,その、えー、精神的な苦痛というのはある程度ちょっとは分かるようになったんですけども昔は、えー、家庭医学って本当に容赦ないんですよね、えー。この前もちょっと見せましたけども肝臓がんの場合治療法は、えー、まず1行目にお手上げですと書いてると。でその後も新しい 家庭の医学が出たら買ってたけどもなんかどん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 主治医とよく相談しましょうとかいうなんか曖昧なあんまり傷つけないような言葉おかしいてからなんかバシッと書いてないから面白くないなと思っちゃうようになったんですけども昔のやつは本当にまあひどいというかですねあの容赦がない記載だけじゃなくて書いてる内容も面白いんですね例えばお相撲さんのお腹の筋肉がすごいからえー 泥棒が、違う、強盗がピストル撃っても跳ね返すとかですね。そういうこと書いて、ちゃんと刺し絵も書いてるんですよね。あるいは、えー、江戸時代切腹したときに、えー、解釈をする人が首を切る時の作法はどうかとかですね。なんか全然関係ないことが書いてあってから、まあ、とても面白いんで、まあ、いつか紹介したいと思います。で次行きましょう。えー、っと。そうですね。 コメントとかはまあ来なかったらライブで悲しいもんがありますよ確かに。だけど、まあ、結構あの草はって非常にありがたいですね。まあ結局ですね他の人はいろんななんていうかな。 えとこういう経験があるああいう経験があったということはまあ気分でいいんですけどもでもその人ががん、えー、患者さんがある人がこういうことがあったら自分もそうなるんじゃないかと思うのはこれは人間の心理としては避けられないものということ分かってるんですねでそういうことをですね、えー、分かっていてもやっぱり左右されるとでちょっとせっかくの飲み会なんで少し飲ましてもらおうかな まあこれはですねあの,このライブがあんまり長く残さない3日,だけ3日だけ残すということで書いておくと,、えー、っとやっぱり医者もそういうのがあるんですよ。というのはもともと新しい抗がん剤が認可された時というのはいわゆるフェーズ1治験で、えー、かなり副作用なんかチェックしてるんですけども。で これぐらいの食器量だったら大丈夫だろうというふうなことでから、ね、保険認可されるけども、でも最初ですね、その新しい抗がん剤使うと結構勇気がいるんですね。なぜかって言ったら、使ったことないから、その感触がわからない。副作用の出方、あるいは何か起こった場合、どういうふうに対処すればいいかということは全くわからないので、だから、近くの他のドクターが、えー、誰か使ってみたことがある人にやっぱり聞きたくなるんですね。どんな感じかと。で、ちゃんと、その新薬に関しても、えー やっぱり保険収載されて使えるようになるまでにいろんな副作用の対処方法とかいろんな、えーっとえー、資料とかに揃ってて万全の体制のはずなんですけども使う方法はです、ね、やっぱりなかなか人間ですから、えー、そう簡単には、えー、使おうという気になれない部分があってでも患者さんのためには使うんでといかんということで、えー、きっちり用意してやるんですけどもそこでやっぱり、うん、とんでもない副作用が出たりするとすごく、うん、やっぱり慌てるんですよね。 で、で何がいいたいかとったらです、ね、その科学的に理論的に、うん、あるいは、うん、そうやってちゃんと準備してても最初使う時っていうのは誰か他のドクターが使ってる人がいないかなって探してしまうぐらいやっぱり、うん、そのドクターというのも、うん、結構精神的なプレッシャーを受けて、うん、理屈では大丈夫なはずだけれどもなかなか踏み切れないというところがある。でその踏み切る ポイントは一体何かと言ったらですねえー、っとですねその患者さんが本当に望んでるかである程度、うん、副作用が出てもそれでも覚悟をやるかということが非常に重要だったりするんですよでこれはですねまあもちろんそ,のそうじゃないドクターもいると思うんですがただし、えー、やっぱりいろんなドクターの話聞いてみて分かるんですけども 例えば患者さんがあんまり望んでないだけどもこれはいい治療だなぁと思ってる時はあんまり無理に進めないんですね。えー、っと結局それを治療が100%うまくいって100%患者さんが幸せになるんだったらもちろんそれは結構ご了承することもあるかもしれません。それは例えばですね自己で意識不明の時にはもう患者さんにいろいろ同意なんか取れる、うん、チャンスもないですしそれは何がどうでも、まあ、究明しなきゃいけないってことでやるんですけどもでも抗がん剤治療みたいに、えー その人の治療の、まあ、落としどころがどこかということを本人が意識しているかどうかによってから、えー、その治療の価値が決まるような場合というのは治療医がやっぱりいいだろうと思ってやってもそれが患者さんにとって良くないケースがあって恨まれるということもあったりするのでやっぱり単にいい治療薬だから期待の新薬だから使うというわけじゃなくて。 その患者さんが本当に分かってて、その治療の価値が理解できているかどうかというのでから左右されることが結構あるんですね。なぜかと言ったらですね、あの、やっぱりそのがん治療とかいうのは、例えばですね、 普通の細菌性肺炎みたいに、まあ、抗生物質だったら、大体8割か9割効くというようなもんじゃなくて、まあ、1か8か、120人知ってるかもしれない。だけども、この治療しなければ、がんが進行して確実に寿命は短くなると。で、まあ、治らないんだけども、今の生活を守るために、多少はやっぱチャレンジしてもらうとなると、そういった理屈が分かってる患者さんだったら、こちらとしてもやっぱり進めやすいんですよ。ところが、全部先生にお任せとか言って、でも、その、結果ありきでから、で、頑張ったけども、 患者の思い通りの結果にならなかった場合恨まれるということがあったりするとこれは本当にこの人に勧めてもいいかなという迷いが生じるわけですね。とすると、えーまあ、このがん治療というのは本当にそのコミュニケーションが非常に重要な問題で単にいい治療がどこにあるからそこに行こうでは済まないんですね。まあ、例えばですね大腸のポリープなんかだったらもちろん内視鏡で非常に切除が難しい、えー、そういうポリープなんかあるんですけども手術を お腹開く、まあ、いわゆる腹腔鏡からの手術をするのか、あるいは内視鏡でから、まあ、1時間がかけてから表面だけ剥ぎ取るような、まあ、ESD という方法であるかで、その治療をやれるところというのは結構限られているので、えー、そういうのがあったらまあいいでしょう。もちろんその、えー、非常に上手な先生がいるところで、患者さんが多いそういう専門病院に行くのはいいんですけども、このがん治療の場合は、えーまあ、手術でからもちろんですね、これは難しい手術でからそこしかできない場合だったら別ですけども、が、え、ん、ー、と共存を図らんでいかない、あるいは、えー 手術できても再発の危険性がやっぱり5年ぐらいある。で、その後、まあ、再発した場合なんかも、やっぱりそういうのも含めてから、その患者さんがずっとやっぱり病院と一緒に、病院に行って、治療さっていかんじ場合なんか、その人の生活が変わってますから、そうすると、えー、治療をうまくいっても、その人の生活が崩れると意味がないし、継続できなかったらそれも問題なんで、 やっぱり、このがん治療って本当にその人の人生というか生活環境とかそういうのも全部含めた上から方向性を決めるべきなんですよね。ところがやっぱりどうしてもがんがん治るか治らんかということに、やっぱり患者みんな直近のメリット、デメリットに注目しすぎるので、やっぱりどうしても時間が必要なんですよね、即変の戦略を考えるためには。 その戦略を考えるためにはやっぱりどうしても医療側の立場の意見だけじゃなくてから実際に治療を受けたサバイバーの意見というのも聞いてみないとやっぱりバランスが取れた考え方はできないということがあって患者会というのはやっぱり僕は進めたいわけですね。まあ患者会に出席するのは大変でしょうからだからまあ、えー、今はまあこういう、えー、自粛ステイホームと言われてますからもうこの状況は逆手にとってむしろこうやってネット上の患者会を作ってからで、えー、まあ、えー、こういう YouTube の,このライブを使って、まあ、しかもまあ酒も飲みながら、まあ普通にざっくばらんに、えー、病院がの立場を、えーまあ、適当じゃないけども、適度に明かすというのでやっていくのを、まあ悪くないかなとというのは、まあ、患者会まで結局自分の身をさらさないと参加できないというのがネックで、まあ、患者会で怖いところだと思った人結構いるんですよね。言ってみたらそうじゃないけども、やっぱりなかなかそこに行くのに結構勇気がいるというのがあったけども、 でもネット患者会でしかも、えー、っと、自分の顔を晒さずに視聴できるというのは結構大きいのかなと。あ、そうだ、一つ思い出した。えー、っとですね、5月の10日土曜日かな。えー、っと、公開セクンのビデオのネット版をやるんですね。 で、まだ今は申し込み者がほとんどいなくて、で、えー、これはズームでやるんですけども、ズームで、えー、参加してもらう形でやります。で、第、えっとね、前、先、先月もうやったんですけどね、その時は、えっ、ー、と、ズームで参加してもらって、でも、顔出ししない人もたくさんいたんですね。最初に、えー、っと、まあ、 近況報告自己紹介とかやってもらって、ズームでみんなの顔を見ながら。で、それを1時間ぐらいやって、で、14時からこういうふ YouTube でのライ,ブ上ライブをやりながら質問を受けると。で、でこれがですね、実質的なネ、えー、ット患者会になります。で、まあ、宮崎では、えっ、ー、と、さっき言ったまあ60から80の結構高齢者が多いので、ズームではなくて、えっ、ー、と、LINE か、LINE のビデオ会でやって、 たんんででですすすねねやってるんです、ねまあ、その方が非常にハードル低いですからだけどまあ機能的にはやっぱり Zoom の方がいいので Zoom でやるでんまあ、今回のこういうコロナ下げがあったのでむしろこれをバネにしてからこれネット患者会というのをやってもそこでも公開セカンドでもやってしまおうとで皆さんのいろんな疑問とかいうのを質問してもらうことがこれが、えー、日本全体のがん患者さんの、まあ、財産になる可能性があるのでま是、あ、非参加してください。あの、えー、とまあ、もちろん参加無料ですしで えと回答ももちろんいろんな、えー、いわゆるセカンドオピロンですからどんな質問でも構いませんで普通はですねこのセカンドオピロンというのは通常はやはり30分で1万円とか1時間でから3万円とかいうのは普通なんですよね病院側としてはあれはです、ね、赤字なんですよなぜかといったらもともとそのドクターがいろんな診療とかいうことのやっぱり指示を出すという役目があるのでその患者さんの,そのセカンドオピロンで全部その時間が費や、えー、されたらその時間を がですね、結局、えー、かかりきりになると、病院側の業務が進まないということで、病院側としては結構損害になるんですね。だから、えー、あのセカンドビロっていうのは、30分で2万円とか、まあ1時間でから4万円とかですね、そういうので高いと思うかもしれませんけど、病院側としては赤字なんです。だけども、えー、これはなぜやってるかってうと社会的な貢献のために病院側がやってるというのがセカンドビルなンですね。 でそこまでですね、やっぱり、えー、っと、中が予約も取れないとか、あるいは遠くに行かなきゃいけないセカンドオピニオンだけども、えー、僕のこの公開セカンドオピニオンでは、まあ、無料でそういうふうな質問に対して回答できるしで、もちろん顔出ししたくない人もいるかもしれませんが、そこはですね、なんかお面かなんか被ってもらって、参加してもらって、肉声でから質問してもらうと、すごく助かる人も多いんじゃないかと。まあ、そういうふうな質問に対しては僕自身が回答するのも非常にやりがいがあるので、まあ、できとも参加してください。えー、っと、後でえー、っとで、ここのコメント欄の方にリンク、その申し込みリンクを入れてきますね。 よろしくお願いします。で、えーっとですね、次行きましょうかねえーっと,、えー、っと、太ってる人の脂肪率高いと書いてますが、老朽の副作用で体重増加が二時期増えました。あ、なるほどねうん。マンクチュースが壊れて食べても食べても,食べてもお腹が空くと、うん、なるほどそれで太ってるんですね。なるほど もとも、ね、と太るとですねやっぱりいろんな副作用というかその副具合が出てくるんですね例えばですねおなかの中の圧力が高まってそれでから胃酸が逆流して逆流性食道炎とかいわゆるガードといっていい食道逆流症というですね、まあ、いわゆるげっぷとか酸っぱいものが上がってくるとか胸焼けがするとかそういうような症状が出てくることがありますし、まあ、やっぱり、うん、太ってくることによってから、まあ、特にえっ、ー、とまあいわゆる うんとロコモかか運動器ととといって関節がやられたりとかそういうことがあるんですよねだから、えー、そういう薬の副作用でまあ、えー、っと太ることに関してはどうやって戦略的に防ぐかということをやっぱ考えた方がいいとですねまあこれはこの分子標的なの副作用といってもそれが分かってるんだったらなおさら、えー、本格的に。 取り組必要がり組みあますね。結局副作用だからしょうがないんではなくてこの小がんだの治療の目的というのはですね将来的なトータルのメリットを狙ってるわけですからねだから腫瘍が縮小するんだったら、えー、その後、うん、太りすぎてで寝たきになって他の病気で、えー、死んでも構わんというわけじゃないと思うんですよね。だから 食欲が出てたまらんになったらもうそれはそれでから、えー、きっちりそれに対する対処方法というのをやっぱり考えておくべきかなと考えるべきかなと思いますねこれは、えーまあ、どんな方法があるかというのはもうそれは個人個人によって違ってくるんですけどもでもそれはいろいろ、えー、本格的に取り組むべきつまりこれは一種の副作用対策としてから、えー、戦略的に取り組むべきだと思いますねえー、っとそれで 自費の、えーとえー、と遺伝子、肝、うん、遺伝子パネル、検査を受診される場合も、患者さんには何があっても腫れはくれるかどうかというと、本当に本人が望んでいるかを知っか話し合い、その上で、結果、えー、保険適用外の薬が見つかった場合、やってみないとどうかわからないことをしっかり納得してもらって、人生を諦める方向に望みます。えー、まさ、あ、にそうですね、例えばですね、ん、えーまあ、例えばですね、えー、っとね、がんで肝臓の転移があっても、 場合によってはですねその肝臓移植という方法もあったりするんですよね条件が合えばつまり肝臓以外に転移がなくてで、えー、肝臓だけ取り替えたら治る可能性があったらまあそういう肝臓移植という手もあるとしかしじゃあそういう、えー、肝臓移植をやるためにじゃあアメリカに行くかというと なかなかそうはいかないですよね。だから、経済的な、あのそういう限界とか、あるいはその人のやっぱり、が、え、ん、ー、が治ればいいだけなくて、その人は実際に社会的な生活をそのまま継続できるかという問題も非常に大きいので、トータルでやっぱり考えるべきなんですよね。この遺伝子パネル検査でから、まあそういう治療薬に到達できる可能性っていうのが10%ぐらい。で、その治療薬に到達してもそれで癌が治るわけじゃないっていうのが普通ですし、それが本当に効くかどうかもわからないし、 聞いたとしてもいつまで聞くかわからんっていうのがあるんで結構厳しいそういう厳しい現実は分かった上でから遺伝子パネルも検査も受けるべきだし、えー、まあ本当にお金がかかりますからねだからうんそういうことまでやっぱり考えてから、まあ、人生そのものをうん考え直すということが非常に重要ですねでえっ、ー、と玉木さんから早くコロナ禍早く薬を作ってほしいと今はがんより恐怖ですということですが の方は恐怖じゃないですかねあもちろん一人で違いますけどね、えー、っとですねなぜかといったら、コロナウイルス感染症での死亡率というのは、もちろんその80歳ぐらいになったら死亡率が非常に高くなりますけどね、10から20ぐらい、あるいは、えー、条件が悪ければ。だけど、今の現状でからそういうい感染する可能性は何パーセントあるかと言ったら、結構低いですよね。 でもともとがんがんある人っていうのはそっちの方でやっぱり命が縮まる寿命が短くなるかとか可能性があるのでだからなぜこの感染症が怖いかっていったらそれは毎日の,その報道ばっかしに焦点を合わせてるとそれがだからこれは本当にもう行動経済学的にもうとにかくうんとテレビとかそういう、まあ、コロナ関係の報道を見る場合は、えー、毎日10分以内にするとか。 そういうふうにもう物理的に制限してもらったらいいと思いますじゃないと、えー、どれがまあ、信用にたれてどれがガゼっぽいかというのははっきり言って専門家じゃないとわからないと思うんですね もちろん専門家もわからないけども、どの辺がおかしいかとか、大体妥当か、まだまだ評価定まらなかというのはだいたいわかるんです。でも普通の人っていうのはわからないと思うので、むしろ、えー、新しい情報を知りたいって言って、あんまりそういう情報を見張ってると、本当にそれだけでから精神が侵されてしまうので、だからやっぱり、えー、いろんなそういうセンセーションな情報との付き合い方というのはもう、一日やっぱり時間制限を決めてやった方がいいと思います。 じゃないとですね結局人生じゃない時間そのものですからその時間をどうやって使うかによってからまさに自分の何、えー、て言うかな生きがいとか毎日の幸せが決まったりしますからだからそう考えるとやっぱり一点集中型、えー、つまり、えー、焦点を本質的じゃないところに合わせすぎると不幸になります将来的にそれはやっぱり注意してほしいと思いますねえー、っと 長松さんよろしくお願いします。ズームのね。僕思うに、この公開セカンドオプリオンというのはすね、もちろんセカンドオプリオンもいいんですけども、他の出席者のいろんなコメントがいいんですよ。つまりこれは、えっと、ライブで流してない部分があって、これはまあ、茅部町での公開セカンドオプリオンもそうなんですけども、ああやってからそのライブで流す前に、皆さんでがいろいろ近況、えー、報告、自己紹介するんですね。で、その時に同じような、えー、状況の人がいろいろ助言をしてくれる。それが結構いいんですよ。 それがですね、やっぱり現地でから会えないというのは残念ですけども、でも、このズームで、この距離的な、距離,距離的な問題を、ね、壁を打ち破るというのは非常に大きいので、まあ、参加してもらって仲良くなってもらったら、このネット患者会という形態としてから、すごくいいんじゃないかと。えー、っと、実は昨日ですね、うんっと、ズーム合コンってやったんですね。もう2回目なんですけども、これはがんのサバイバーの、えー、人たちで、 まあ、婦人科学の方とかですね結構いてですねで、まあ、30歳代30歳からまあ50歳代までの女性が何人も集まってで合コンしたいとじゃあズームで合コンしましょうというかということで僕はじゃあちょっと取り戻しますということで、えー、男性側の条件がですねえー、っとですね50歳代以下の独身で、えー、っとまともな人間という条件で女性側の条件はなしでやったんですね、まあ、結構盛り上がりましたね 人数は、えー、っと、昨日はそんなに多くなくてから、まあ、10人弱、その前は20人弱だったんですけども、何がいいかって言ったらですね、まあ、 ある意味制約されてる中でこんな工夫ができるかというのがね、いいんですね。で、まあやってみるまでは参加するまではいろいろ心配事も多いんでしょうけども参加してみたらやっぱり、うん、こうやってちょっと勇気を出して行動することが新しい人とつながりができてからそこでまた新しいアイデアをもらえるということで、まあ、僕自身の ためででもも、あるんですけども僕自身のためでもあるけども他の人のためでもなく、こうやって歯車を合わせるということは非常に重要でそういうことのついで戦略なんですねまあこのズームフォーコンは評判良かったのでまあ毎月やりますでもし参加したい人がいたら是非ともダイレクトにメッセージくださいで 女性がの年齢制限はありません。で別に結婚しる人は構いません。男性はでも女性のまあ参加女性の一応夢を守るために独身で、えー、解消のある50歳代以下の男性という。で、もし、えー、それ年齢制限が嫌だという人だったら、えー、希望の会の豊木豊山さんの癌の飲みの方に参加してもらったらいいと思います。これはもう一応 Facebook 経由なんで Facebook に参加する人はいますね。えっ、ー、と、それで。 えと、井田さんということで、ノートは難しくて、スケジュール等とスマホのアプリに記録して、外来の3日ぐらいからミニレポートを作成します。これはですね、スマホのアプリで、まあ、それ専門のアルバイトいいんですけども、結局、えー、っとですね、まあ、僕もいろんな人に、このノートを書いてもらってるんですが、その人のですね、えー、副作用とか、生活上の問題とかいうのは、 その人それぞれ違うんですよね。だから最近は製薬会社なんかがその抗がん剤のパンフレットにある意味そのレポートみたいな副作用をチェックする表とか色を作ってくれてそれを渡したちすることもあるんですけどもあれって結局よくあるパターンの副作用のことはずらっと載ってますけどもでも時間経過にはなってないんですよね。 外来の時までの問題があった副作用は例えば、えー、口内炎とかあるいはテロしびれとかあるいは食国心とかそういうの書いてますけどもでもその人によって副作用の出方はどれが切実な、えー、困った副作用かと全然違うのでそういった意味では、えー、むしろ やっぱりその人の副作用で一番困っていることを、えー、ベスト5というのを抜き出してそれの時間経過を変えた方がいいと思います。で最初はです、ね、あんまり複雑にする必要はありません。一番困っていることでその時間的な変化例えば投与した3日後が一番きつくて外来受診直前が一番楽になっているということを示したらです、ね、主治医は外来に来ている時は元気そうだけども実は、えー、その抗がん剤投与直後というのはほとんどもう家で寝たきりに近い状態だったんだなというのを気が付いてこれはまずいか。 から、抗がん剤をちょっと減量して調節しようかとか。もっと強力な、えー、発はっきりとそうかとかいう風な考えに繋がるんですよね。そうなるとやっぱり重要なのはこのノートを作るにしても、まあスマホでアプリにするにしても、重要なのはその人が最も日常生活で困っていること。切実な悩みということをまあ、とにかく、最初のベスト3からベスト5ぐらい書いていって時間的な経過。 とといいうのをやっていくとですねそれを最初に受診前にコピーを受付を渡して主治医に認められたら主治医はもう最初に診察からその人し一番困ってることをすぐ察知できてで受信外来受診の時にもうすぐそういう問題に対する解決法に入ってくれますから、まあ、是非ともそういうのをやってみてください。えー、とそれで えと松本さんという方で t a さんのお友達が1ヶ月経つんですが話したり笑ったりすると痰が絡む咳が出ます。こういう副作用が出てしまう人っていますか調べ,る調べると肝性肺炎の症状として出てきて怖いです。あこれはですね、えー、とそういうのは確かにありますねうんただ肝性、えー、肺炎の場合はですね、えー、と難しいのはたまにやっぱり コロナウイルスじゃないんだけどもウイルス性の肺炎だったりするんですよね。感染肺炎が出てきてる場合でしょ。で、この方の場合は、タが絡む咳っていうのはですね、まあ、それぐらいだったらあんまり大したことないのかなという感じがするんですね。というのはですね、えー、普通の薬剤性の感染肺炎っていうのは、風に似てるんですよ。ちょっと熱っぽくてだるくて、触がなくて、で、えー、それで咳が出ると。で、普通の肺炎 のはまあ、肺炎というのはいわゆる実質性の肺炎というんですこれはですね、痰が出るんですけども、肝性肺炎の特徴というのはどっちかというと、痰が出にくいんですよね、咳、き、咳というのが特徴なんですね、だから、た、えー、が出るから心配いるのはむしろ、肝性肺炎っぽくはない、でもこれはもちろん実際分かりませんよ、ただ、えー、よくある落とし穴というのは、抗がん剤治療というのは、まあ、普通の抗がん剤はみんなそうなんですけども、大体1%から2、3%ぐらい、肝性肺炎になる副作用があることが多いんですよ。 多いやつは10%ぐらい感染肺炎になるとか、まあ、タルセバとかそういうのがあったかな。で、えー、っと、その時に、本人は風と思って様子見たら悪化するとなって、でやっぱりこれは、 熱があって咳が出るようになったらまあそれ一回は受診してもいいかもしれません。それでもし、えー、例えば血液検査で炎症が上がっててしかも、まあ、いろいろ無理のレントゲンなんかあるいは CT なんかのレントゲンを年頭に取ったらやっぱり感染の鍵があったらそれは確かに薬剤性の抗がん剤の副作用による感染肺炎かもしれないということで抽選でいかんかもしれないけどもそうじゃなかったらその程度だったら大丈夫ということは分かるので、まあ、次回から同じような症状でもそれほど心配することない。でまあ重要なのはやっぱりこの症状そのものが増悪傾向があるかどうかなんですね。 つまり、えっ、ー、と、単にその症状が続いてて悪化しなかったら、まあ、えー、それを様子見てもいいということだし、心配だったら一回受診すれば、それで、えー、っと、鑑別してもらえます。重要なのは悪化してるのに、その次の受診まで行かないというのは重要な、うん、問題で、次の外来予定日というのは、それは皆さん勘違いしてますけども、調子が悪くなかったら、その日に外来予定しましょうという意味であって、調子が悪かったら、 も早めに行く,行くべきなんですね。で、まあ僕が前動画でもかけましたけども、夜間急病センターには行かない方がいいんです。やっぱり急激に進行してから症状を悪化したら別ですけども、それはまずやっぱり、えー、平日昼間のうちに受診すべきなんですね。電話をかけて。 病院にそうじゃないと、その抗がん剤の副作用に関しては、基本的に ER とかですね、あるいは当地君先生というのは、えー、その抗がん剤の副作用に関してはですね、やっぱり慣れてないので、なかなか難しいんですよ。そうすると、待たされて、で、しかも、まあ、明日まで様子見ようかとかいうふうに言われるだけなんで、とにかくそういうふうな問題があったら、昼間平日の時に、主治医にコンタクトを取ってから、副作用かもしれないから見てほしいというふうに言った方がいいと思いますね。まあ、それで外れても、要するに、えー、このぐらいの症状だったら大丈夫ということでは大きな辛抱なんで、まあ、その辺は、 躊躇しなないいい方がいいかなと、まあ、重要なのはやっぱり悪化傾向があったらやっぱ受診すべきだということですね。えー、っとこのまあこれ玉城さんですね、えー、っと早く薬を作ってほしいと言っても薬をやっても次のですねあの、えー、絶対次の問題が生じます。で、まあ、仕事恐怖患者がやってます恐怖恐怖と言っても、えー、これって恐怖というのをね考えするとキりがないんですね。 病院に行く途中で交通事故があったらどうしようかということはどうして心配しないんですかと言ったらみんなやっぱりそういうことは気にしてないんですね。で心配とか病院行きたいでも病院に何回も行くということは、まあ、今はです、ね、コロナウイルス感染症の問題だから、まあ、なかなか病院行きたくない人も多いんですけどもその途中の交通事故も結構大きな問題ですよね。だからそういうですねやっぱり、えー、焦点をですね極端なところに合わせて言うともう本当にその強風 にになななっってしょうううがいいということこちゃうんでだから抗がん剤そのものの,その副作用もそんなに大変なんだけどもでもそれはもうそういうもんだと割り切ってまあ覚悟を持ってやっていくで重要なのはこの自分の人生は時間そのものだからそういうことに気にかける時間ももったいないというふうなことでそういうことを気にするんだったら一日まあ10分だけとか30分だけとかいうふうに特定しまってから一生懸命失敗してそれ以外はもう忙しく過ごすということが非常に重要じゃないかと思いますね。 えっとそれで、えーっと、大塚美子さんが最近は日があるとか、一泊入院治療が流行ってますから、えー、私はき気がひどかったのですが、き気は当然3日目は一番ひどいと、でもそれを見ていない医療者が多くて、婦人科がんの抗がん剤治療でき気はほぼ克服されたなんて医療者もい,ましいらっしゃいました、えー。患者会では3日目の時刻なんかという話をしてましたよと、えー、これは結構、ね、複雑な話があるんですね。というのはですね、えー、っとですね。 これを説明すると、ま、たこれは複雑な話なんですけども消化器がんと婦人科がんってまた違うんですよねしかも婦人科がんの場合は、まあ、高齢者とまた割とその中壮年ぐらいの年齢層のピークがあるのでそれでまた違ってくるとで抗がん剤そのものの副作用というのは、まあ、3つあるんですね、まあ、大塚さんもよくご存じだと思うんですけどもえー、っと 24時間以内に起こる早期の発見で24時間以降に起こる地発性の発見で抗がん剤やる直前に起こる予測性の大きいというのがあってでこの、えー、24時間以内に起こる発見とかいうのは確かにいい抗がんヒスタミン抗がん、えー、ヒスタミン系の発見止めという製度剤があってそれによって結構混同されたで、えー、2日目1日目以降の発見に関しては、えー、っといわゆるデカドロンとかいうステロイドなんかをきっちり使ってよくなって、まあ、今は えー、オランダピンとかいう新しい、えー、生徒代としての薬が使えるようになったんですがこの吐き気の評価というのはですね、まあえー、っと生徒代のですねこのガイドラインが出てるんですがうんとそのうんとリファレンスに持載ってるんですけども医療者の評価と患者本人の評価というのは倍ぐらい違うと言われてて、えー、つまり医療者はその患者さんの半分ぐらいしか吐き気そのものをうん 認識してないという問題が、ちゃんとそういうような論文があるんですね。で、えー、その論文はちゃんと、その生徒大のガイドラインに第一版にちゃんと載ってたんですけども、第二版では削られてしまったんですね。残念ながら。で、この田村和夫先生という僕のかつての研修の時の上司の先生がいて、この先生がまあ臨床小学会を作った一人でからまあ大御所なんですけども、その先生に理由を聞いたらですね、 えー、どうも、その第2版のガイドラインを作るときに、その関係者に聞いてみたら、しっかり日本では生徒代に関して、つまり生徒、生徒、えー、いわゆる発見に関してのコントロールをしっかりやっていると分かったんで、まあ、そういう,うリファレンス、えー、というのは削ったと。ところがですね、そのガイドラインを作るための臨床試験をやっている、そういう医療者とか病院組織というのは、そういう抗がんの発見に関しては非常に熱心な医療者が集まっているというバイアスがあったわけですね。 でその、婦人科の先生というのは結構、ですね、まあ、地方なんか特にそうなんですけども、えー、産科もやっているで手術もせんといかんし抗がん剤もせんといかんし場合によって不妊治療もせんといかんとか結構忙しくてですねで婦人科の特徴というのはその消化器が基本的に関係ないので、えー、吐き気があってもですねそのいわゆる消化器がんの吐き気しかも高齢者が多いという場合と違って、えー、ものすごく危険なことにはなりにくい部分があるんじゃないかと思いますね。 これがですね、まあ、例えばその、まあ、婦人科の塩内科の数松先生なんかも、えー、と外来でできるというふうに言われてますけれども、これがですね、例えば胃がんの70歳以降の、えー、患者さんで、いきなり外来でから、えー、白金整体とかですね、結構きつい抗がん剤治療を、えー、標準治療でやったりすると危険な場合があるんですね。えー、というのは もとその小学癌でから食事が減って痩せが来てる。しかもフレイルが進行してる。高齢だから。そこに強力な抗がん剤治療をやったりするとですね、まさにそういう、えー、吐きがあって、食欲診もあって、で、それに脱水を被ってで、場合によっては血管内脱水でから心筋梗塞とかを起こす場合もあったりして、また状況が全然違うので、一律初回治療から外来できるとは限らないんですね。あくまでその患者さんの状況を見てから判断すべきだって、 このガン患者さんはこうだから大丈夫というのは言えない。で、婦人科学の先生が、えー、外来でできて、で、しかも、えー、外来治療だから3日目のそういう発揮が評価できてないというのは、よくあるパターンで、つまり、えー、確かに大変なんだけども、 消化器の高齢の癌患者さんみたいな、えっ、ー、と、緊急事態まで起こるケースというのは多分あんま経験がないんだと思うんですね。ただ、自覚症状としてすごく苦しいので、婦人科が、婦人科癌の患者さんというのは結構やっぱり苦しんでる実態があると。 側変のことをやっぱりですね、先ほど言った、そのグラフを作った、その吐き気とか食欲とか、あるいはどのぐらい一日起きてられたかとかいうのをグラフをしてから、時,時系列的なあのグラフでからどれだけ、えー、自宅で苦しんでたかということを主治医にしっかり分からせるような、えー、そういう紙でのレポートがやっぱり重要だと思うんですね。まあ、これはやっぱり本当にコミュニケーションの問題で、だからこそがん治療の問題の8割は人間関係だという話になってくるわけですね。 がん患者はがんの最高の餌である甘いものを引かなきゃダメでしょうかそんなことないですね。だってあれですね、がん細胞でこれを立ったら絶対がん細胞を死ぬというのに一体何があるかというと、まず水分があるんですよね。じゃあ水を立ちましょうかって普通はしないですよね。だから、うん、最高の餌といっても、がんが生きるために必要かもしれないけど人、人間にとともに必要。な糖が えっと供給されなかったらつまり食べなかったら一体どうなるかといったら人間の筋肉を分解し始めて糖を作り始めるというふうに分かってるのでが、うんでガン細胞っていうのはそういう人間のメカニズムで全く無視してどんどん糖を食い荒らせますからだからそこで糖質制限なんかやったりするとですね糖が足らないから自分の体を分解してからで、えー、血糖値を上げるという現象が起こってきます。 で、がん細胞はどんどん多くなってで、体はどんどん痩せていくという、いわゆる古典的なこの悪液質という、が、え、ん、ー、の痩せですね、これ、直結しますから、寿命が短くなります。まあ、僕はよく言ってますけどもうん、頭を怪我して出血した場合は、その出血を止める場合に首を絞めるかって言ったら、普通はしませんよねって話と同じですよね。えー、っと、デブルームさんということで、えー、っと結局、飲み会というか、やっぱり公開セカンドオピニオンみたいな感じになりましたね。 えっと、乳がんで、右乳房の点滴、液化覚醒。で、今回の感染症が落ち着いたら、趣味のサックスを再開したのですが、首の、えー、っとストラップと右手で、えー、楽器の重さ4キロぐらい最後になるので、リンパク症にならないか心配です。あまり長期間を拭かない方がいいよねでしょうか。えー、っと僕に質問するのはどうかなという感じはするんですけども、まあ、本当はこれって乳がん外科医に聞いた方がいいと思うんですけどただ一つ言えるのは、えー、っと、 要は様子を見ながらやると重要ですよね。で、えっと、首のストラップと右の、右手で楽器の重さ4キロでしょ。で、それを支えるために何かもっといい方法はないかとかですね。えー といきなりそういうような4キロのものを持つというよりもそれ以外のものでいろいろ練習するとかでそれからないにやっていくとい婦人科がんの手術の後とに、まあ、どこまで運動してもいいかとかリンパ節症心配だとかいうんうなこともありますけども、まあ、リンパ節の場合なんかも、まあ、基本的にやっぱガイドラインなんかねやっぱり運動療法やった方がいいというふうに、まあえー、書いてありますしで重要なのは結局その人の。 えっと自分自身の神経というか、えー、症状がやっぱり重要なんですよねむしろ治療医の方が教えてほしいぐらいで。いきなりこの なんていうかな、本番のコンサートで演奏するというのでなければ、当然だから、えー、少しずつ重いものを持って、で、短い時間弾いてとか、そういう、吹いてとか、そういうふうなことでいいと思うんですよ。重要な、そうやってからやってみて、それで、それを記録して、強化して、次はどうするかということの繰り返しなんですね。これはもう、結局、全部にわたってそうです。えー、いろんな問題が起こったら、それは、イエスかノーか、あるいは、いいか悪いかじゃなくて、で、 それを克服するためにいろいろ考えてみてやってみてそれでうまくいかないところを改良するということを繰り返しでこういうえ実際に行動するというパターンが重要なんですねえー、っとそれで次がいろいろたくさんあるからえっと次はえっといや僕はもう基本的に元気ですよあの当直がなければ 当直やってる時もですね、えっと、スポーツジムに徹夜したとも言ってましたね。それは、スポーツジ,ジムに行く習慣をつけるために無理やり行ってて、今となっちゃもう本当に無理かなと思ったんですけども、えー、まあ短期間やったら頑張れる。ただ問題は、頑張り続け頑張りすぎると良くないんですね。多少は頑張ることやっぱり必要だと思いますね。 それはやっぱりり自信をつけけためでもも、あります。だけども、うん、単にそれはやっぱり長期戦略としてから、えー、短期間頑張るけどもでもその次から頑張らなくてもいいような仕組み作りをするというのはとても重要ですね。まあ、しろこうやってライブをやってるのもですねこれやっぱりあんまり気負わなくてもできるので <laughs> やらせてもらってるんですよね。つまりこれは疲れることではなくて僕としてはどっちかというと気晴らしでやってると。 ただ気晴らしだけでも多少緊張するから、まあ、それはそれでやりすぎると問題だから、ほどほどやってるということなんですね。えっ、ー、と、うーん、一人で勝手によっぽど悪天とないくらい毎日外に出るべき、えー、でなるべく3年歩歩くプロジェクトをやってますが、えっ、ー、とですね、これもね、何回もついでにやると。 重要ですね、まあ、僕がよく患者さんに言ってるのはイオンモールの全店を、えー、見て、えー、いわゆるしウィンドウショッピングして,きてくださいとそうすると雨の日でもたくさん歩きますよとでおいしいものがあったらちょっと、えー、食べてきたらどうですか外出してと入院中の患者さんに言ってたりしますね、まあ、こうやってからもとにかく自分のなんていうかな、えー、リハビリにしてもですねリハビリやろうと思ったら続かないんですよねそうじゃなくて気が付いたらリハビリになってたというふうな発想がこのついで戦略が重要だと。 いうことですね。これ、名指しの変身っていうのはどうやっていいか分からないんですけどね。まあ、名前を変えて変身すればいいんじゃないでしょうかね。そうですね、こんな感じですね。えー、っと、そうですね、デカドロンの真っ翌日5日目は地獄。まあ、最近ではデカドロンの2日目は省略してもいいんじゃないかという臨床試験が出てますが、このデカドロン もうい,いんで,すけど他でもですねえー、っとそうでかいのが一番効くんだけど、えー、いわゆるエチゾラムロダデパムとかいう抗不安薬も試してみてもいいかなとそれを使ってないドクターがいたらそれは名指しして、えー、指名して使わせてほしい試させてほしいちゃんとえー、っとそれを使って 使う前と使った後をちゃんと評価してから文書で報告しますから、レポートしますからと言ったら主治医としてはうんと言ってくれる人多いんじゃないかと思いますね。まあ裏としては うーんどうしても出してくれない。例えば、えー、人によってはですね、エチゾラムはいわゆる昔の言うデパスのことで,す、ね、で、このデパスの依存症が問題になっているから、癖になるからやめた方がいいって言って出してくれない人もいるんですよ。だけども、あれは、えー、肩こりが楽になるから、つい安易に飲んでしまう人が結構いて、割とその高齢のおばさんとかですね。で 切れ味はいいのでで依存性が出てくるんですね僕も一回依存性になりましたけども、えー、仕事やりすぎて肩こりがひどくてそれで、えー、デパスの音とをすごく肩こりがよくなるということだからすごいいいなと思ったけどもどうも依存性があると分かったんでやめたんですけどね飲まないとなんかイライラするんですよね。 これはまずいと思ってやめましたけども、えー、だけどもこういうふうに抗がん剤で副作用が出てからきつい時なんかは、そういうものを使ってから症状を緩和するのは非常に重要で,で、これは血液検査なでわからないし、本人のやっぱり大きな問題なんで、えー、そうやって使わせてほしいと。で、それを評価して自分にとってからこの治療を続ける上では本当に重要かどうかというのを判断して、それをまた先生に報告しますからというふうに言えば、えー、出してくれると思いますけど、どうしても出してくれない場合は、近くの病院に行って、その、えー、っと、まあ、血ずらを出してほしいと。 こういった事情があって、えー、非常に抗がん剤治療で抗がん剤治療というか、えーまあ、肩こりがあってでちょっとイライラするので出してほしいと言って出してもらうという方法もありますまああんまり望ましくないけどもそういうふうなまあえー、っと裏技というかですね奥の手はありますねえー、っとまあこの方みたいにですね吐き気ゼロだったっていう人も結構いるんですよ だから、そういう、吐き気がない人をたくさん見てる婦人科の先生は、もう吐き気が克服できたと思っちゃうし、で、吐き気があったけども、わざわざ言う時間がない、言う勇気がなかったという患者さんがいると、当然患者さん、えー、ドクターは勘違いすることが多いので、だからそうやってちゃんと、どれだけ吐き気があったかということを、客観的な数値とかグラフで示すのが重要なんですね。だから僕はそうやって、患者さんがこれだったら大丈夫ですという言葉をですね、捕まえて、いやいやもうちょっと、ム、え、ッ、ー、とするとか、あるいは意識するとか、 だもダメだもからそれは何回も繰り返してると体が覚えてしまってからで梅干しの話をすると唾が出てくるようにまあそういう予測性応答につながるから長期的な治療継続が難しくなりますよということでとにかくこのエチドラムとかロラルパンを使ってやちょっとどうなったかを試してほしいというふうなことでこっちからまあどっちかと,と押し付けてやらせたぐらいですね。というのはですねやっぱり大腸がんなんかもそうなんですけども結構後半では長く聞く人がいてですね えー、フォルフィー療法とかですね、もう1年も2年も継続できる人がいるけども、その、やる当日の朝が一番きついと、つまりもう体の調子がおかしくなると、今日は治療日かと思うと、そういうふうなことが起こるというのは、それはもう、何回もずっとやってると、やっぱり体を覚えてしまうわけですね。で、ある程度、吐きりをコントロールしてるさえそうですから、だからやっぱり、これぐらいだったら大丈夫という言葉はもう危険で。 まだ大丈夫はもう危ないというふうに思ってもいいぐらいで、だからできともですね、この、はっきり感じて、やっぱり厳重にいろんな方法を試してほしいなと思いますね。うん、そうですね、こういうふうなガイドライン、こういうガイドラインはですね、患者さんが手に入れて、で、それから予習してから主治医と渡り合うとですね、主治医も見て、見てくれる目が違ってくるんですよね。あこの人はちゃんと、えー、理解できるから、もうちょっと詳しく説明してもいいかなと。そうじゃないと、うーんと、 やっぱり主治医もいろいろ説明してもわからないだろうということでから、えー、説明をしないし,してもしょうがないと思う人も結構いるんですよね。えー、っとそうですね、これはオランダピン、吐き気ひどいたに寝る前に飲むと、もともとオランダピンの副作用値な無動つまり、えー、っともう眠くてしょうがなくて動けなくなるというのが問題だったんですけども、も寝る前に飲むと、まあ、実際にその睡眠そのものに、えー、いい影響を与えるから、まあ、寝る前にまあ飲むという方法が日本ではまあ推奨されていますね。うん えーと、これ何の人だったっけラえーと、この人はええー、と、何がわからないはて、これ何だったかな <laughs> コメントが多すぎてなんか、ちょっと何が問題かよく分からなかったですね。しかも似たような名前の人がいる。えーとですね、ちょっとコメントが追えなくなったんで、 えっと、ズームはセキュリティ問題を使うようになりました。えっ、ー、と、実為ミートばっかりし。あ、なるほどね。ズームはですね、実はあの、セキュリティ問題はかわす方法あるんですね。えっ、ー、と、僕は一回いろいろ調べてみたんですけども、基本的にその、ズームのミーティング ID がばれないようにして、なおかつちゃんとパスワードをかけると。で、ちゃんと、えー、待合室を作って、で、そこで許可するかどうかというのをしっかりやれば、 石油的には大体問題ないです。もし問題があるとしたら、それは、えー、企業秘密とか国家秘密なんかを扱う場合なんかは問題があると。で、そういう動画自体がですね、結局、ズームの本社に結局、もろばれしてるので、そういった意味では無理だだけども、そういう国家秘密的なことを友達と話すかどうかといまあ普通そういうことないですよね。だからまあ、えー、やっぱりこの、えー、ハードルの低さって非常に重要なので、まあ、僕自身は、ズームは、 ミディング ID はちゃんと、えー、マスクした状態でから、えー、使ってます。えー、っと、まあ、この中国のサーバー問題がどう残っていっても、うん、それはそうなんですけども、中国にその、行、えー、ってまずいような情報をしゃべるかというと、あんまりそういうことないかなという感じがするんですよね。まあ、これはあれですね、要するに病院に行くのに、 交通事故が起る可能性があるから、やっぱり、えー、行くのはまずいんじゃないかというと同じぐらいで、まあ、どこへ、まあ要するに、えー、そういうリスクベネフィットの考え方でやってますね。えー、っと、通院先がコロナ感染症が出て、えー、休診になったと外来がね、で、6月や方も休診中の予約、感染、えー、多分ん、予約も取りあえされますよね。 もともと通院が何のためかですよね。結局、経過観察の通院だったら、まあ、多少延期した問題はないだろうという話になるし、で、抗がんだ治療で通院したら、それは多少、まあ一回、二回スキップしても大きな問題がないことも多いんですが、それ以上になるとやっぱり大きな問題になるし、重要なのはですね、今は、えー、期間限定でから、つまり、えー、ある程度の期間だけ延期するという条件でやったりするんですよね。でも、これがまだずっと、 えー、このコロナの影響があるとしたらですね、そういう、えー、芝陽性が今後ドーンと来る可能性があって、そこの幸せがどこまで来るかというのは主治医とやっぱ話しとった方がいいですね。となると、次の外来予約日の時には、もしこういうコロナ,コロナの影響があった場合は、どこまで自分の治療そのものは延期してもいいのか、あるいは端折ってもいいかということが心配ですということをメモに書いておってから、まあ、手紙で送るとかしてた方がいいかもしれないですね。 まあ、とにかく重要なのは今までですね日本であの医療アクセスというのはほとんど大きな問題なかったんですけどもそうじゃない世界時代が訪れたということで個人個人のそういう問題っていうのは自分たちでやっぱり解決しなきゃいけないという時代になってきたということですよね結局は。さーてえー、っとですね えーでも、積むっていうか、これ、ズームですね。ズームは携帯電話、これザネラ、残念なえっ、ー、と、ガラケーはダメだけど、iPhone はできますね。アイフォンは、えっとですね、ズームの、その、ホスト役がリンクを送ったらですね、自動的に、その、ズームのアプリをダウンロードして、で、それでながりますね。だから、非常に簡単でやりやすいんですよ。だから、えっと、ZOOM、つまり、ズームというので、えー、検索して、その、ズームのアプリをやるといいでしょう。ただ、ズームはですね、えー、っとですね、 まあ、Google Play か iPhone の App Store でダウンロードするときの、えー、っとですね、ネーミングがちょっと似たようなのがあって分かりにくいんですよね。Zoom。えー、っと、Zoom。まあ、今、Zoom アプリで出るから、それでいいのかな、えーっと。Zoom アプリで検索すると、うんとね、これ、Zoom これか。クラウドミーティングと。これですね。これをダウンロードするといいんですね。ズームクラウドミーティング。これがズームのアプリです。で、これさえ持っていれば、えっと、その、ズームホスト役がですね、その人にメールかなんかでそのリンクを送りますから、でリンクをタップすると、このアプリが自動的に立ち上がってつながります。まあ、もちろんこれはですね、ある程度、あのまあ、 最初は戸惑うこともあるんでしょうけども非常に簡単にできると思いますのでもう早く慣れた方がいいと思いますね重要なのはですねやっぱりいろんな新しいテクニックと技術とかいうのはもう、えー、自分は縁がないと思うのではなくて早くいろいろ慣れてしまった方がいいと思いますそれはなぜかと言ったらですねえー、っとですね昔は、えー、携帯電話とかいうのはまあ僕は早く持ってたんですけどもそれはです、ね、研修員の時に ポケベルを持たされたんですね。つまり、外勤、他の病院に到着った時なんかに自分の受け持ち患者さんがどうかなった時に連絡来ると。で、ポケベルで呼び出しくるんですけども、 このポケベルが鳴った時に近くに公衆電話がないとですね、ものすごく焦るんですよ。で、その、えっ、ー、と、なんていうかな、精神的なこの切迫感というのは嫌に嫌でしょうがなくて、当時、えー、とソフトバンクの前の、えーとね、デジタル通貨というので買ったんですね。20年ぐらい前ですかね。 で、えーまあ、その当時家に電話があるのにどうして携帯なんか必要かという話だったんですけども、でもこれってもう早く、えー、手にしてから早く慣れてしまった方がいいです。それはなぜかと言ったら、例えばですね、例えばですよ、えー、とですね、今はネットバンクでありますよね。つまり銀行の口、えーまあ、座をあネットでやることが多いんですけども、ある時にパスワードは、えー、と、キーボードじソフトウェアキーボードでって画面上にボタンがあって、それをマウスとか えっと、トラックパッドのポインターでタップしてから選ぶんですよね。えー、パソコン版の場合は。えっ、ー、と、スマホは違うと思うんですけども。で、キーボードがあるのにわざわざなぜそういう、えっ、ー、と、キーボードではなくてその画面上のソフトキーボードで打たせるかとい言ったら、 そのパソコンがもしかしたら特殊なコンピューターウイルスに感染してた場合、そのキーボードを打つことによって、そのキーの音でその暗証番号を察知してで、その暗証番号をその感染してたウイルスのプログラムが海外のサーバーに送ってしまって、で、暗証番号がバレる可能性があるということが心配されて、懸念されて、で、えー、ネットバンクの暗証番号というのはソフトウェアキーボードとしてから実際のキーボードでは打たせないと。 いうことになったんですねこの普通のキーボードでと音がしますからこのキーの音でからそのどの番号キーを打っているかというのは予測することが可能なんですね。というのは、えー、こういうことってあの慣れてる人はなるほどと思うけどもそういう背景はやっぱり慣れてない人が全くわからないですよね。 だから、いわゆる特殊詐欺とかいうのは弱いのは、えー、そうやってから新しいテクニックはとりあえず自分は縁がないと思ってて、で、周りがある程度成りたから自分もやらんでいかんってことでしょうがなくやった人っていうのが一番引っかれやすいと、いうことで、まあ、ある意味、その、こういう新しい技術に早く慣れてしまった方がですね、多分人生の無駄遣いが減るんじゃないかと思うんですね。まあ、もちろんその、 あんまり先走ってやるとと失敗もしますけども、でも世の中はもうやり始めたらもう早く手っ取り早くそういう新しい技術は試した方がいいと思います。それはなぜかと言ったらですね、抗がん剤治療もやっぱりそうなんですね。がん治療も、がんの新薬ばかり注目されますけども、でもこの、えー、やっぱり20年ぐらいでこの抗がん剤治療がものすごく発展した理由はですね、これは吐き気止めのこの副作用対策くするが発展したというのがめちゃくちゃ大きいんですよね。 だから、えー、いくら分子標的が出てで、まあ、さっき言った ALK 肺がんみたいなやつでから、まあ、アレセンサとかあローブレナとかああいう,うと分子標的が出てもあれが効かなくなった場合はやはりシスプラチンとかですね使った古典的抗がん剤を使ってからで、まあ、寿命を延ばすとそうすると重要なのはやっぱり吐きをどれだけコントロールできるかということなんでその辺のことに関しては。 患者さんが積極的にこの副作用を抑えるための、えー、とアプローチを主治医に頼むか頼まんかによってからそのどれだけ自分の人生の延長時間が延ばせるかっていうのが決まってしまうということなんでやっぱり今大丈夫だから安心しなくて今大丈夫だったらその余裕があるときにもっとなんか新しいチャンスを狙うための行動をするということが非常に重要でそれが必ずしも薬だけじゃなくてこういう新しい機械というのも重要ですよという話でした えーとなんなん、さっきのズーム5号ですね。えーと、僕はホストですから関係ないんですね。えーと、いわゆる対象者ではないので、年齢制限はないんです。あ、でも一応あるか。50歳代という引き伸ばしているので、えーまあ、一応うーんと、59歳までだから大丈夫ですね。えーと、男性のまともで、ね、条件が雑で。 これあんまり厳しくやると集まらないですよね。だってこのサバイバー合言とかいうのはあんまりないですから、まずはその裾野を広げて広く集めないと、その、えー、仕組み自体が成り立たないんで。で、まあこうやって言うと、あ、日ダさんどうもありがとうございます。この日田さんみたいにですね、あの、えー、積極的に動いてくれるサバイバーユーチューバーがもっと増えると、もっと楽しくなる背中世界が広がると思うんですね。えっ、ー、と。 僕の Facebook は、えー、と公開設定ですよ、もちろん。えー、公開設定ですが、大体非公,非公開のことはなぜないですね。で、えっ、ー、と、めぐみさんですね。えー、あ、これはもうさっきあったんですか。どうも。たくさんあって、あれですね。うん。あ、これはです、ね、大丈夫ですよ。えっ、ー、と、外見は女だと中身は親父と言われたので、合コンはアウトかっつたらですね、えー、この YouTube もそうだけども、この、なんていうかな、Zoom もそうですけども、 ビジュアルとそれと声。ね、この、えー、いわゆるノンバーバルコミュニケーションの部分が大きくて、で、顔とかいくらでも漏れますよね。例えば照明をしっかり使ってやると随分印象変わるし、いくらその顔が良くてもね、照明がイマージだとですね、ものすごくやっぱ印象が薄くなるというか、良くならないんですよね。だから、照明はね、この、えー、っと、ネット時代はもう必須ですね。僕はだいたい照明にですね、えー、っと、まあ、 何万円もかけてますね。これも結構新しいリングライト使ってやってるんですけども。で、本当にガッチリやってる人はやっぱり10万ぐらい使ってますね、正面ね。だけども、まあそこまでしなくても、やっぱり自分の顔がしっかり見れるように、まあ化粧する甲斐があるように、まあ工夫するのが非常に重要なんですね。うん。えっ、ー、と、こんなにネットが正しかったら飲み行くのめんどくなってしまいます。うん。なるほど。えっ、ー、と、まあネットじゃなくて、実際飲み行くの良さあるんですけども、 えーとね、居酒屋なんかでネックなのはですね結構うるさいっていうのがですねネックなんですね実はねだからまあおそらくいいとこと悪いとこあると思うんですよ。 だからまあただ、こういうネットの楽しさというのは、皆さんが今から先どんどん開発すべき、開拓すべきものじゃないかと思いますね。今までのその常識的な飲み会でこういうものだというのが、もうたかが外れてしまったので、もうえ日本全体こういうふうな感じになったら、もういっそのことこの枠内で一体どこまで工夫できるかというところを挑戦した方がまあ人生楽しいんじゃないかと思いますね。えー、っと、そうですね、すね飲むの忘れていんですね。<laughs> うん えっと、あれもうこんな時間ですかね。結構な時間ですっね、えーと。8時半から始めたからもう90分が経つんですかね。あ、急ない時間ですね。えっ、ー、と、うんと、ま、私は元の方が、元の方が、えー、と命決まってるんで、こののあんまり気にしてませんよと。えっ、ー、と、そうですね。まあ、重要なのはですねあの、テレビに出たことが、 これはン治でもそうなんですけども、自分の目の前に出たものが全部自分のことだというふうに、えー、思わされてる。そういうふうに勘違いする人が多いんで、常に自分自身を客観視するもう一人、なんか自分のもう一人の別の視点を持つのが重要なんですね。あ、自分は今、ものすごくテレビに感化されてる、洗脳されてるということを、第三者の目で自分で意識しながら見るというのがとても重要だと思いますね。まあ、僕自身も常にそういうふうな目で自分を見てます。うん えとネット短縮したくなるとリアルな会いたくなります。まあそういうもんですね。えっ、ー、と、それで、うんと、あ、結構まだまだあれですね。えっ、ー、と、すっ飛ばして。 と、子宮体がんで術後 TC 療法、仕事をしながら4クルーチャレンジして見事に終了して、えー、2ヶ月経って全身が痒いと思ったら、剛毛が生えてきました。脱毛よりも痒いです。と、やっぱり脱毛した後の、その後また生えてくる髪質が変わってくるという人が結構いますね。うーん。まあ、あれですね。生えなくて悩んでる人もいれば、生えて悩んでる人もいると。みんなそれぞれですね。 卵巣、えー、がんの免疫細胞のステージ 3A で手術抗がん剤治療で再右手術で抗がん剤症で療を経て今ばしん短剤で8回目ぐらいから、えー、首や肩固まって痛くてき方がないそういう副作用はありますか、えー、と先生にはそんな人は初めてと言われましたうんと、まあ、抗がん剤治療に関してはですねえっ、ー、とですね本当に人それぞれなんですよねで まあ僕自身もやっぱり抗がん剤の副作用でまさかと思った副作用でいろいろ探索したらやっぱりその抗がん剤だったということがありましたね。例えば、うーんとですね大腸がんの5 a っという持続ポンプを使った46時間の持続点滴ポンプを使った治療があってでそれをやったらものすごく、えーとね、肩が痛いという人がいて。 でその人の場合は CT 取ったら確かにそのこの鎖骨科の CV ポートのところからかだ、えー、と上大静脈のところでちょっと家庭性が当たっててでそれが血管炎とか起こしててから、まあ、それが原因だったろうというのを分かった人がいたんですけども原因不明な腹痛がある人がいてでその人の場合はその 5BF をやめたらなくなって。 えー、再開したら始まってとかいうのあったりしてそうやって初めてやっぱり因果関係が発覚したというのがあったりしますからだからまあある意味アバッシンそのものでやめてみたらその首と肩の痛み固まった痛みというのが良くなるかどうかというのを試させてほしいということを主治医に言ってもいいて,て,てもいいかもしれないですねだから結局、えー、いくらその経験のあるドクターといえどもやっぱり経験しているその治療の回数 患者さんというのはやっぱ限られてるのでだから初めからやっぱりありえないことではないというふうな考え方重要なんですよね。 でもこれって血液検査ではわからないし、あるいは画像検査、CT 検査ではからないこともあって、本人のやっぱりそういう、えー、症状経過のグラフが重要なんですよね。アバシンを投与した、まあ僕自身もアバシンでそういう副作用で出たというのは、まあ、あったことないんで、本当にアバシンの副作用とかは何とも言いようがないんですが、ただ、そのアバシン投与してから直後とかですね、その一最初の1週間がきつくて、で、その後の1週間、2週間が、 よくなるということを繰り返しんだったら、まあ、アバシンの投与期間を少しずらしてみるとで、それが実際再現性があるかどうかというのを試してみればいいと思うし、そのためにやっぱり本人の,その肩の痛みとかそういうものの、えー、時間経過的なグラフを作ってみないと客観的な指標にならないので、まあ、そういうところはさんの工夫すべきところではないかと思いますね。えー、っと、えーっ,と何これえー、っと、赤く囲まれたときになってますが。 あこれなんかコメントの出方ですかね。えー、とよくわかんないですけど。吐、え、き、ー、は薬でなんとかなるけどもうっかりご飯食べられるとやばいと。これは何がやばいかといったらですね実は脱水が問題なんですね。ご飯食べたくないからということでもともと人間というのは水を飲むこと以外に食事そのもので結構水分取るんですよ。だから食欲がなくて吐きがあって食事が取れない。 でまあ食べなくても大丈夫と思っても実は脱水が進んでてでまあ例えばですねうん胃がんの抗がん剤で TS1 をやっててで TS1 でから、えー、吐き上がって消極心があって,あってご飯食べないけども、えー、TS1 頑張って飲んだとかいう人がおったりしてその人がやっぱり心筋梗塞を起こしたというケースが何例かあるんですよね僕が見聞いた範囲ではだからこのこれは TS1 そのもので t 直接心筋梗塞を起こしたというよりも TS1 の副作用の食欲心で脱水を起こしてで血管の中が脱水状態になって血が固まりやすくなって心筋梗塞を起こしたえ心臓の冠状動脈が血栓で詰まったというふうなことが起こったんじゃないかと予測してるんですねだからえっとこれ辺はやっぱりすごく重要で起こってからではもう遅いという場合もあったりするからまあぜひとも注意してほしいなと思いますねえっとそれであとは たくさんあるから、なかなか、えーと、えーと、吐き気は満員ひどくて飲食ができずに継続に入院にったそうですね。これ、我慢する人がおるんですよね。で、我慢すると、本当に検査でわからないんで、ドクターはですね、行ってもらわなくて。えーと、まあ、これ、あれですね。えーと、患者会で免疫に集約したら、日帰り治療で3日目一番つらいと。で、つらさは理解してもらえないというのは、やはりこれは、 図紙しないからなんですね。というのは、その数字じゃ、塩、まあ、マーカーとかですね、吐き球の値とかそういうふうな数字で表せないから、普段と比べてどれだけ辛いかということを、やっぱり目で見,り見えるようなグラフにすべきなんですね。まあ、イメンドカプセル使っても、やっぱりきつい人はきついと。で、まあ、4モール歩く。うん。えっ、ー、と、フェイスブックですね。これはですね、えっ、ー、とね、 フェイスブックもいろいろ心配かとはあるんでしょうけども、基本的にフェイスブックはですね、あの、なんていうかな、セキュリティの面ではかなり制限してから始めればいいと思います。というのは、あの、フェイスブックもその完全プライベートの内容だけか、友達だけ公開するのか、一般公開するかというセキュリティレベル変えられるんですね。だから最初はもう全然公開しない状態。つまり、えー 全く他の人に見られるような形でからその登録して、でそれから、えー、と見ていけばいいかなと。そうしたら見れるはずです。つまり、誰とも友人関係にならずに、Facebook にログインして、完全プライベートだけのモードであって、で他の人を見に行ってで、えー、友人申請とか連絡してから、でその友人関係になって、それから、えー、その人だけに、えー、と投稿を見てもらえるようにということで、セキュリティレベルを徐々に上げていけば、まあ、大きな問題は起こらないと思います。 えっとまあ、実際、セキュリティはです、ねまあ、慣れないと難しいから、えー、徐々にやっていくのは重要ですね。でも、少なくともその登録した段階で完全にその他の人に見れないように、えー、完全に非公開でやれば、えー、全然問題ないと思いますね。そのために、やっぱりせあの、うん、Facebook の仕組みというのはある程度学習する必要があると思います。まあ、ただ、最初にその登録して、ログインして見るだけだったら、まあ、完全に非公開の状態で見ればいいんじゃないかと思いますね。 えーっと、動画再生しながら寝ようをすると、ああ、これは危険ですね。えー、っと、<laughs> あの、なんていうかな、それで悪夢を見たこと言われたら困るんで、ほどほどにお願いしますね。うん、そうですね、イメンドってやっぱ結構、えー、っと、強力ですね。やっぱこれが出てきたことによってか結構良くなりましたね。えー、地発性の応援に対しても結構効きますからね。 まあ実際、ステロイドのデカドロンを使う場合は、糖尿病がひどい人の場合が使えないこともあるんですね。そうした場合はもう、とにかくこのイメンドの効果に期待してから、まあえー、治療を継続することがありますね。で、一時治療を出るくせ効かなくなって、二時治療のホリフィルを予定していると。ステントが入っているのでアバッシンやれないと言われました。サイラムザは可能でしょうか、えー、とステントが入っているからアバッシンやれないというんだったら、サ,バイ,サイラムザも同じような VGA カ、えールの、えー 阻害薬でですからとといううことになるでしょうねステントというのはこれは多分、えー、やってる治療多分大腸がんなんでしょうでステントというのは結構実は危険なんですよねだからえー、っとですねやっぱり大腸がんで、えー、全種性の狭窄つまりがんが全種にわたって全種性狭窄になったり 小閉塞を起こすで、その場合まあ、手術切除するかま人工肛門にするか、医、ま、師、あ、的でもで。 ただ手術せずになんとかその食事をしてから早く他の転移のところの問題もあるから早く抗がん剤治療をやりたいという場合はステントをやることもあるんですけどもそのステントで先行、えー、を起こすことがあるんですよね。でこれが悩ましいところでがん、まあ、細胞っていうのは結構自解するつまり自分で崩れることもあるのでがん細胞が、えー、すごくこの、えー、正常組織を押し合ってで狭窄してるのが抗がん剤で、えー、それがん細胞が消えるとそこで穴が開くんですよね。 だからステントというのは一時的に、えー、と食事を通すための、まあ、方法として一時的なものだとして考えて、えー、本当はですね、そのえー、別に人工肛門を作ったりしてから、そのステントがなくても食事できるようにした方がいいかもしれないんですよね。その辺の方法に関してはどうかというのは主人に聞いてみてもいいかもしれません。 これステントで穴が開くとですね、結構危険な状態になるんですね。というのは、大腸の便が含め漏れるとものすごい腹膜炎を起こして、やっぱり結構命を落とす人がいるので、えー、っと、このステントは一時的なものとしていいかもしれないからずっと置くと問題が起こる可能性もあるから、その辺はどうかということを主人に聞いてみた方がいいかもしれないですね。まあ、もちろん、この、えー、っと、手術ができない場所とか、体力的に厳しいということもあるかもしれませんけれども、そういうことを考えて、ステントでから粘ってる可能性はありますね。 ま、どっちにしろこのアバシンがやるんだったらないというのはサイラムの同じ原理でからやっぱりそのやるんだったらものすごい危険性を押してやる必要があるということなんですね。えー、っと、それで次が、んと、どうせだけでとハートピッチはこれがありますが、イメンドでは吐けなくなるでしょうか。イメンドと合うい,いんですが。 基本的にてはそんなに波形強くないですよね。あの、まあもちろん結構な容量があるとそれにあるでしょうけども、いわゆるその、卓金生代、えー、シスプラチン、カルボプラチン、えー、オクサイプラチン比べたら、まあ、それほど、えー、きつい方じゃないから、まあ、イメンドで結構効くんじゃないかと思うんですよね。まあ、イメンドとデカドロン、あとは、 カイトリルとか、えっ、ー、と、アロキシとかそういうもので多分やると思うので、そこまで使ってくれないこともあって、重要なのはですね、えー、聞くかどうかじゃなくて、主治医が自分の発表気を正確に判断してくれるための情報をちゃんと提供しているかどうかですよね。 えー、自分は吐き気がすごく心配だから、きっちり吐き気止め使っていくれということによって主治医がイメンドを使ってくれたりとか、あるいは他の、えー、別の吐き気止めも併用してくれたりするので、えー、主治医に言わないのに主治医が、えー、ある程度、えー、予測してやってくれだろうというふうに、えー、思い込む方が危険ですね。だから、えー、最初、まあ、 例えばですね、よくあるのは、学会の中でもよく言われてるんですけども、えー、きつかったら、吐き止めを増やすというのがあるんですけど、僕はそれをどっちかって反対なんです。最初にガッチリ使って、この抗がん剤に対するイメージが悪くないようにしていて、徐々に吐き止めを減らしてあ、これぐらい減らしても大丈夫ですねってやった方が、おそらくその長期的に、継続的に治療する上では重要じゃないかと思うんですね。最初にひどい目なのとですね、この抗がん剤に対する印象がめちゃくちゃ悪くなって、で、その精神的な影響でも、このハ�が来る可能性があるから、やっぱり、 きっちいそこらのことは主治医に言わないと主治医はとにかく発見に関しては分かってくれない人が多いですから、えー、きっちり言った方がいがいと思いますね。そうなんですね。えっ、ー、とイメンドはカプセルが多くすいて胃の手前に引っかかってしまってイメンド副作用で胃痛、嘔吐、トケ膀胱炎、水も飲むつらいということで広がりましたと。えっ、ー、とまあそういう人見ましたがえっ、ー、と東京の会話場ではえっ、ー、とプロイメンドかな注射のイメンドがあるんですね。えっ、ー、と。 そういう飲み薬じゃなくてから注射のプロイメンドっていうのがあるからそれを使ってもらうという方法もあります。2日目、3日目ぐらいの吐き気が抑えられなくてイメンドカプセル飲めなくてと。でただ、イメンドのカプセルが大きすぎてから引っかかってしまったというのだったらそれだったら逆に言うとですね、先にイメンドカプセル飲んでそれからご飯を食べてください。食前にいいです。で、さすがにですね、あの ご飯んを食べた後にまだイめンどきかかってる人いないと思うんですね。だから、えー、基本的にですね、食後というふうになってますけども、本当に食後じゃない時間、薬ってそんなん多くないんですよね。だから、まあ、えー、例えば、障害がの人なんかは、ご飯食べると腹痛がするという人もいたりします、腹巻箸で。そういった場合なんかはいろいろに飲んで、それからご飯食べるとだいというふうに言ってます。もとりあえず、この辺はもう、そういうと工夫です。だからまあ これはまあ主治医に断って言ってもいいけども、やってみてこうだったということを主治医に言ってもいいかなと思うんですね。まあこれはもちろん自己責任になりますけども、基本的には僕はそういうふうな助言は自分の患者さんでやってます。うん、えー、っと。えっ、ー、と、押川先生一番楽しみは何ですかうんと、僕は一番楽しいことっていうのは10個ぐらいあるんですよね。まあこのライブも多分そのうちの一つかなと思いますね。えー、っと。子宮体癌でステージ上の余命は大体どれくらいですか おいい質問が来ましたね。えー、によって今更という感じの人もいるかもしれませんけども、それをですね、余命がどれぐらいあるかというのは今ここで、えー、お見せしましょう。この、ライブ、この新しいライブサービスのパワーを見せるために、いいチャンスが来ましたね。えっ、ー、とね、ここでちょっとお見せしましょう。まあ、知ってい人っていると思うんですけども、全眼鏡生存率ってあるんですね。で、ここで、うーんとね、 えーとそうかこれでこうしてこうして、えっと、これは違うなこれではなくてストリームから削除してあそうか停止して画面共有してこれでえっ、ー、とアプリケーションウィンドウでこれかよしこれ全眼鏡生存率いうのがあってですねでこれ素晴らしいえー サービスなんですすね、まあ、患者さんん向けなんですよでよこれはですねこれを消しておいて次で、うん、全国の、ま、32個の病院で、えー、集計したやつで,で20万人ぐらいのがん患者さんのデータが入ってるんですねでまあこれを簡単 なデータ画面と詳しいデータ画面があって、ここでく詳しいデータ画面をクリックして、で、えー、っとですね、ここでですね、最新の5年のところをクリックして、で、ここで V を、うんとね、子宮体がんにしておいて、で、病気を、えー、っと、第4期にする。で、これで、 まあいろいろ手術したか、化学療法したかってありますけども、これ全部で計算してみると。とすると、えっ、ー、と、あれ出てこないな。これか。出られた。これはですね、まあ、ちょっと古いんですけど、データがですね、えー、と生産率を出すためにどうしても時間かかっちゃうんですね。で、これは、 396人のステージ4のスキュー対岸の人の生存曲線なんですね。で、えっと、これはですね、えー、っと、まあ、信頼感がプラス10%、マイナス10%なんですだい、まあ、大体この辺ぐらいだと。1年、2年、3年、4年、5年後に生き延びてる患者さんの割合なんですね。つまり、これステージ4の段階から1年後に生き延びてる患者さんは6割、5割から6割。5年後は大体、えー、いい2割ぐらいですから。 だからステージ4の子宮体がというふうに絞ってこうやって厳密なデータが出てるんですねで。これは全部ですね、えーっと、リアルタイムに出る、だからステージこれを3にしたら、ステージ3にして計算し直すと、こうやってですね、やっぱりステージ3と4でやっぱり随分違いますね。これはデータ626人のデータで、えー、5年後の生存率は7割。でもこれ見ても分かりますけども、 えっと、ステージ4で、計算して、わかりますけど、早く亡くなる人もいれば、5年後も生存してる人も含めて、平均が存在しないんですよね。で普通はこの、えっ、ー、と、1年半ぐらいこれ多分この半分の数で亡くなるから、こう、生存期間中落ちていって、ここをですね、余命と言って、間違って説明する医療者が結構多いんですけども、 これはまあ平均でも何でもないんですね。半分の患者さんが亡くなる段階は、これは確かに1年半かもしれませんけども、早く亡くなってみれば5年後も生存する人もいる。で時間がたったらたつほどこのグラフが水平に近づくようになりますから、えー、だんだんその死ななくなっていくということですからね。 で、この全眼鏡生存率、これで検索して出してください。で、それでご自身の、えー、眼とステージを出してから、余命のこの生存曲線が出ます。で、僕自身は実際病院でこのグラフを使って完全に説明してます。で、まあ、これみんなわかりますけども、みんなバラバラなんですよ。とにかく。だから、その人に余命って本当はわかりませんと。こんなにバラつぼのを、えー、いろいろ言えるわけないし、えー、あなたに余命は今晩から5年後以降まで,ですというふうな話をしてますね。 ということですね。うん、えー、っと、そうですね。もうそうそう時間がえー、っと、もう二時間経ちました。そう,そうそうもうこれでおしまいしましょうかね。えー、っと、二時三十一分です。お、勝手に。アップルウォッチが。えー、っと最後の質問。これに対してえー、っと、えー、っとは上項結腸癌でアスシドキアから出ると転移があるのか不明ですが、えー、っと。 励まししてほしいと小膜膜外順は腹膜臭なのですもともとこの腹膜腫臭というのは腹内に散らばったりとかまあステージ4なんですけどもまあ小膜外だから腹膜腫臭になってもおかしくないですかねただえっ、ー、とね膵、まあ、がんとか大胃がんなんか比べると大腸がんの腹膜腫臭はまだ立ちがいい方なことが多いんですでも実際これは、えー、個人個人によってずいぶん違います。 あ,のあそうだ、これ見てる人はですね、あの別にいろいろ断る必要はないですから、どんどん押してくださいね、あの僕ももうすぐ終わりにしますんで、で、えー、っとですね、まあ、要するにね、CT 検査で、転、ま、移、あ、が分かったとしても、重要なのはですね、CT という画像検査もですけれども、本人の自覚症状がとても大事なんですね、その人の自覚症状ががんによるものか、あるいはがん以外によるものかという区別も重要ですし、 治療を継続する上で重要なのはその人の日常生活で何が一番困っているかということを伝える義務が患者さんにあるわけですね。つまり医療者は確かにがん治療の専門家はしませんけれども患者さんは患者という専門家なんですね。だからその治療がうまくいかどうかというのはその患者さんが何が困っているかということを主治医に伝えて主治医がそれを考慮してから治療方針を決めるので重要なのはその人のやっぱり日常生活で一番何が障害になっているかということをあるいは治療環境つまり生活 生活環境はどういう問題があって心配だということを伝えないと主治医がその人のベストの治療法を選べないということがありますからどんな結果であろうともやっぱり今何が困ってて治療を受ける上でからどれが一番障害かということをちゃんと紙に書いて主治医に渡して受診した方がいいと思いますね。 まあどんな結果があろうと、何かできるはずだし、何か工夫できることがありますし、家族のやれることもたくさんありますから、ぜひともその辺は工夫し続ける方が重要かなと思いますね。えっ、ー、と、それで、えっ、ー、と、卵巣科の方で、手術後に、えっ、ー、と、初めて抗がん剤を受けて、ドセタクセルとカルボプラチンで DC 療法ですね。2週間経過した副,し副,副作用らしきものがほとんどありませんと。抗が副作用は比例しますかと。 で、えっとですね、もともと元気な人ほど副作用出にくいんですよね。で、この方は何歳か分かんないんですけども、うんと元気、若くて元気だったらですね、抗がん剤治療やる医者の方も安心して投与できるんですね。で、副作用はなくても、別にそれはそれでいいと思います。きっちりやってるし、 中身が間違ってたってことはまずないでしょうからだからまあそうは言っても何回も何回もやってるとですねやっぱりこれって体結構へばってきますよねだから副作用が出るかどうかっていうのを心配してからじっと観察するぐらいやったら副作用が大丈夫やったらむしろ、えー、いろいろ、まあ、どんどん活動して で今の時期はま旅行とか行け,ません行けないでしょうけどもでも近場でいいから、まあ、ピクニックでも何でもいいからいろいろ動いて、えー、筋肉をどんどんつけるというふうにやった方がいいと思います。もともとがんもがん治療も、えー、早く老化が進行する病気と治療法ですからだから、えー、現状維持っていうのはありえないんですね。人間進化か退化しかありませんからそう考えると副作用がないんだったらこれは効いてるかどうかは心配するんじゃなくてもうラッキーだからもうこの分普通の人と変わらんぐらいいろいろ活動しようとで、えー、っと。 白富富富さんという、まあ、僕の知り合いの、えー、乳がんの人とかですね、この乳がんの術後補助科学療法で、えー、と、脱毛がバンバン来てるけども、えー、たくさん合コンに行きまくってたと。 で先ほど飲みまくってたという人がいました、まあ、この人なんか本当にですね、えーっとまあ、本当にすごい人なんですけども、まあ、調子が良ければ、ですねいろいろチャレンジしてもいいと思うんですね。まあ、その場合、何がメリットがあるかといったら、先ほども言ったように、安静自体が良くないで、安静することで筋肉減って、筋肉減ると副作用が強く出るので、ずっと抗がん剤治療をやってると、今後副作用が強くなる可能性があるので、調子がよったら、なおさら、まあ、いろいろチャレンジしてほしいと、である程度、運動負荷が高いことをやってると、ですね自分の体調の悪さというのは早く気がつけるんですよね。 もともと人間では予備能力があるので、だからかなり、えー、体力低下しないと気づかないこともあって、ところがある程度その運動強度が高いことやってるとですね、ちょっと弱ってるだけで自分で気づくんですよ。そうすると、うん、逆に言うとですね、あの自分のそういう、えー、悪い変化に早く気づけるかもしれないんで、まあ、そういった意味でからどんどん、えー、動いた方がいいと思うし、本当に問題があれば自分でわかりますからね。ということで、えと。 45歳ですね。まあ45歳だったらまだまだいけますね。えっ、ー、と寝すぎると筋肉落ちですね。そうですね。えー、と睡眠時間が長すぎると寿命は短いというデータもありますもんね。これはやっぱりずっと寝ることによって筋肉が落ちることを言ってるんだと思うんですね。えっ、ー、と、そういうことで、えっ、ー、と、5年生存率の5年の後を知りたいです。あ、これはですね、実は10年生存率まで出る場合があるんですね。えっ、ー、とですね、よいしょ。 えとね、ただしこれは10年生存率は、どうだったかな、最新の、出るやつと出ないやつがあるんですね。えっとですね、これ戻るにしておいて、詳しい検査あれ反応しなかったな。これで V が例えば、うーんとね、 まあ胃がんでやってみようかな。胃がんの全病気で10年、あここですね、10年生存率でやってみると、あこれは集積が足らないですね。となると、他のがん種で見てみましょうかね。うんと、どのがん種がいいかな。乳がんか。乳がんでやってみましょうか。乳がんの、まあ、例えばステージ4で、 10年生存率というのは出るかなあこれも少なくて出ないですね。第4期になると出ないのかなそうすると全部でやると。あこれも出ないですね。あこれ診断としてが間違ってるのかな第4期。これでどうかな ちょっと出ないですね、えー、と今すぐちょっと出すのはちょっと時間かかるのでやめておきますけども10年生存のリまで一応出ますで時間が経てば経つほどですね、えー、と横ばいになるというかそういう傾向はありますただし、えーとね、肝臓がんとかそうじゃないんですよねこれはもともと肝臓がん自体が肝臓の慢性炎症で肝臓がんが起こることが多いので、えー、と肝臓がん肝細胞がんを治療してもその肝機能が落ちてから結局別の肝臓がが落ちてから結局別の 肝肝臓が,んが発生したりとか肝甲変ででなくなるという人が結構いてですねこれ例えばアルコール性の肝硬変とかあるいは B 型 C 型肝炎による肝硬変から来た肝臓がんというのは、えー、死亡率がですね結構、えー、死亡率が正論曲線かいうのがやっぱりずっと下がり続けることがあるんですねでこれに関してはですねデータがあってえー、っとねもうやめるとか言ってからまだ続いてるんですけども 肺がんとかですね下がり続けるんですね、ね下り続け結局これって、えー、っと要はもともとの臓器がやっぱり傷んでると例えがんが治ってもですねやっぱりその,の臓器の機能不全のためにやっぱりどうしてもし、えー、時間が経っても死亡率そのものがどんどん、えー、生存曲線が下がっていくというのがあるんですね。 共有を停止してもう一回やってえっとアプリケーション運動のこれかこれですねえとこれ10年生存につまで出てるんですけどもえっとですねこの乳がんとかでずっと下がり続け普通のこの消化器間の場合は5年だったらえっと横ばいになるんですね 大腸がんとか胃がんとかいうのは。だからまあ5年で勝負はつくから安心できるけど乳がんの場合は10年後も再発する必要があってこの生存曲線をずっと下がり続ける。これがですね乳がんの場合は他の、えー、がんよりかは予後はいいんだけども悩む人が多いんですね。だからもしもう一回がんなんだったらうんともっと成績が悪いまだ消化がんの方がいいという人も結構いたりします。つまり5年で勝負はつくから。 でこれにかりますようにこれは肺がんとか肝臓がんで5年後以降も下がり続けるんですね。やはりこれはもともとの肝臓とか肺の慢性炎症とかいうので、臓器の機能が落ちてるんで、時間が経つほど、その人が年齢的に不利になっていくということもありますし、えー、っとやっぱり、えー、そういう慢性炎症で起こった肺肝,肝細胞がんとかいうのは、結局肝臓がんなんだけども、食道上脈破裂で亡くなるとかですね、肝硬変の肝不全から亡くなるというケースがあったりするということですね。 えっとそういうことでえっ、ー、とということでよろしいですかね <laughs>、えっと、結局、えー、公開セカンドビューなんでもなりましたけどもまあまあ緩くやれたということでよかったでしょうかえー、ということでごめんなさいちょっとうるさかったですねどうしてマイクが失礼しました大きい音がしましたね ということで、まあ、一応一通りコメントに対する、えー、っと、コメントができたかなあともう一個。副菜で食べられるときは、カロリメーター上手でいいとか、どうでしょうかえー、っとですね、これ食べれるまでは何でもいいです。カップラーメンでも。というのはですね、重要なのは、えー、っと、食べるという行為自体が重要なんですよね。えー、っと、食べないと、その、喉の筋肉が落ちるとかですね、顎の筋肉が落ちる、あるいは、その、舌の機能とか、で、 えー、舌の下の表面にいろいろ老廃物がたまって味を感じにくくなるつまり、えー、っと味覚障害が起こる危険性も高まるんですねで味覚障害というのは亜鉛、まあ、とか微量元素が不足することもあるけどもそれは食事量が減ることによって起こるんですけどもそれもだけどもその食べるという行為自体がやっぱりそれをある程度防止する、えー、予防する効果もあるので何らかの食べ物を食べた方がいいと思うしえー、っとですねいろんな がん治療の漫画とかあるんですけども、そういう中にはやっぱりカップラーメンとかそういうものを食べるといいとかいうことが書いてたりするんですね、経験談として。ただ、えっ、ー、とね、カリカリのポテトチップスは良くないかな。結構口の中が痛むんですよね。だから口の中に優しくて食べやすいものを選ぶというのは重要ですね。ということで、えっ、ー、と、まあ皆さんですね、えー、今回の話は分かったと思いますけども、がん治療というのは、 その治療欲がどうのこうのとか、あるいはその主治医の腕がどうのこうのだけじゃなくて、自分で工夫できることがたくさんあるんですよね。そこへんの、やっぱりそのアイディアの共有がまだ不足していると思います。で、そういった意味でから、えー、もっと患者さん同士つながって、で、患者さん同士のノウハウの共有というのは非常に重要で、まあ、そういった意味でから、まあネット患者会というのは今後、えー、なんていうかな、なかなか集まれない人にとってもいいんじゃないかと思って、まあどんどん推進していきたいと思います。 ということで皆さんどうもお疲れ様でした。今日はこれでお,おしまいにしますけども、まあこういう、うんー、YouTube 飲み会も、まあ、えー、Zoom の合コンを月1回やろうという話になったけども、YouTube の飲み会も、まあ月1回ぐらいやりましょうかね。まあということで皆さんどうもお疲れ様でした。終わります。